体で、ちょっと早めに来てよかったですね。ありがとうございます。元気ですけど、誰か来るかしら。その今小出さんがおっしゃったこのいつもおっしゃってくださるんですけども一人一人ということでまた樋口さんからも話されると思いますが本当に、権力の中に法や憲法やその教師であったりとか人に物を教える側だったりとかそうした何か作る、何か伝える、教える側の人たちの意識がどうなるかによって、どちらに傾くかによって、子どもたちがの教えられる言葉、ことが変わるということは本当に大変な、大きな、重要なことだと思います。で、ちょっとこちらの、多分今日こちらに、不思議な国の憲法を作られている松井、佐古監督も見えていらっしゃいます。ちょっと私は拝見なさしてないんですが、そのさっき受け付けて聞きましたが、太陽の蓋という原発のことを使えた方、監督かな、なんかいらっしゃるのではないかと、あ、出版さんですね。で、そのプロデューサーの方と私、大塚さんと親しくしていますが、こうした映画によってでも作ってらっしゃる方々が日本にいて でも多分そんなに大々的に爆発的に報道されて広まっているわけではないので本当私たち一人一人がそうした映画にも注目して自分が見るだけではなく広められたらと思います。小池さんと樋口さんのことも長生きしてください。本当に思います。なんかあと引き継ぐものが育つまで頑張ってほしいと思います。樋口さんちょっとよれよれだったのででも今日元気です。樋口さんも次ちょっと続けてお二人のディスカッションパネルディスカッションの時に前に休憩を取りますのでこのまま続けさせていただきたいと思います。樋口さんの本の資料は資料というよりもこれまでしてらしたことが全部私も樋口さんと話す間に全部つながっているっていうことを本当に思います。ぶつ切りの一つ一つの事件ではなく一つの歴史でもなく全部つながっていることなので私は本当に犠牲者とか差別される側でいたくないと思っています。そんなものはなくなればいいと思っていますので。あとメディアに対してジャーナリズムに対して樋口さんにすごくいて言葉をたくさん残していただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。すいません。でも本当だか。よれよれの樋口です。皆さん、今日はですね、
お集まりいただきまして本当に心から感謝を申し上げます。小出さんとはね、やっぱり相性が合うってでしょうかね。三回目はなんて想像もできないんですよ、僕は。僕らのようなほら個性の強い人間がね、二人でこう、なんかね、それぞれ話は別なんだけど一緒にやるなんてことは本当ありえないんだよね、小出さん。すごいでしょ、三回ですよ。でちょうど去年のね、5日でしたから、まあ1年目、1年経ったってことですね。まあそういう意味でもね、ここを貸していただく、専修大学の長谷川さん、本当にありがとうございますね。で、時間がないから余分な話はしちゃいけないんだけど、しちゃいます。実はね、皆さんもご存知かもしれません。ご存知ないでしょう。僕の原発崩壊という本を買ってくれてる人は知ってるはず。そういう人は知らない。だから知ってもらうためには僕の本を買ってください。小出さんの本もたくさん来てます。今日は大変ですね、これ全部買ってくなよ。本当にこの、いや、それだけすごくレベルが上がるわけだから、人間のね、本っていうのはね、本当は余分なもんなんですよ、生活にね。僕は本のおかげになんとかこうやってね、生き延びられたので、僕は貧しかったから百姓のせがれでね、信州の山の中の標高1000メートルですよ。想像してみてくださいよ。高尾山560メートルぐらいでしょ。あの倍のところで、まして信州の寒村で生まれ育って、1931年、昭和12年ですよ。今、小出さんがね、日本が恐ろしい方向に動いていって、間違いない。で、そういうことを体験してきてるの、僕は。この山の中にですら、戦争の足音がすごかったんですから、ね、小学校入ると一緒に、僕の、俺こそ担任はね、教頭だったのね、軍服を着たね、これ小さいサーベルを持って、これがね、恐ろしかったね。もう、開いたら、教科書開いたら、兵隊に進め、兵隊に進め、これだからね、皆さんは、直接そういうことないだろうけどさ、それで法安殿ってのがあってね、校庭で一番奥、夏はいいですよ。小学生だって、みんな集団で、ブラック集団で歩くわけね。統率を取るために。それで法安殿まで行くのに、120、30枚あるじゃん。夏はいいですよ。冬は雪だよ、こんなに。長靴をみんな持ってるけど、ここへザンザン入るんだよね。法安殿ってのは何だか皆さんご存知？分かってますね。一人で見てくれりゃいいんだ。天皇陛下と皇后陛下の写真がその法安殿に飾ったんだ。そこへみんな行って設計をして、それから教室入って、こんな古民家教育をされたんだよね。だから僕は日の丸と国家と国旗ね、国旗と君が代は今でも敬語になってますね。まして一番嫌なのは民族を煽るオリンピック。僕はね、本当皆さんね、オリンピックいいじゃないか、僕もスポーツは好きですよ、ものすごく好きな、一生懸命やってるのは。だけどあれ1位になると上がっちゃうと大変だよ。君が代がバーッと流れる、パッとテレビを消すよほど気になってるんですよ、皆さん。わかりますか？僕ら、ここでついでなんか言わせてくださいね。私の親族はね、だいぶ良くなりました。だって、百姓なんてのは一番先、戦場へ突っ込まれたんですよ。ねえ。それで満州へね、満州航空、夢の国だって、みんな言ったの、親族も。だけど、敗戦と同時、敗戦という言葉を使ってくださいね。今メディアがみんな終戦と言ってます。これ間違いですよ。戦争を仕掛けた国が終戦という言葉は同じじゃないですか、皆さん。こういうことを一つ一つね、ジャーナリズムに対しても
文句言わなきゃいけないと思うよね。そんなことをね、小さいことじゃねえかって言うかもしれない。もう一つね、先ほど小出さんも言ってましたね、御用学者という言葉。国家に使える、あるいは力を貸す連中をみんな御用学者って言うんですよ。僕はどんなことがあっても部署にも御用学者、それをマスコミはどう言ってると思いますか。有識者という言葉に変えましたね。有識者っていうのは国民の弱い立場の人たちに役に立つから有識者なんだよ。こういうことを僕はね、とっても重要だと思いますよ。だけどそれは当たり前のようになってきてね。それから総理大臣という言葉ね、何ですか一体。安倍晋三になってからですよ。それまで何なり首相で通してきましたよ。 NHK が一番悪いんですよ。それ一番先に言ったのは NHK ですよ。僕はね、あれだって許せないと思ってね、存在にね、持ち上げて、それで彼の政策が素晴らしいみたいにね。あとでまた、今日はね、皆さんね、三部作やらなきゃいけなきゃ大変だよ。なぜそういうふうに今日話を進めようとするかね、まあ今のところはそこで切って、三部作やらなきゃならなくなったんで、小出さんがこれきちっと出してきましたね。安倍晋三グループが今どういう方向に行ってるか、どん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 核兵器まで持っていく、つまり憲法改悪にものすごい意欲を示してるんですよ。僕なんか本当に何だお前はって言いたくなるよね。何の歴史認識はありません、あの男は。こういう場だから言っときますよ。俺は先ほど言ったように、ね、戦争で犠牲者をたくさん生んでますから、平平なんて言ってません。悪いことは悪いって。で、安倍晋三のいいですか、実様、実様わかりますね、じいさんだ。これが岸信介です。僕が23歳の時に国会へ行ってね、安倍晋三じゃない、岸信介が倒すを毎日やってましたよ。俺3日間行ったんですよ。それで倒したわね。倒したんだけども、安保条約が締結されて、今その安保条約で皆さん苦しんでるじゃねえか、今日本は。あの時にね、僕は労働者で機銃機の運転をしていたの、鉄道くんの会社でね。それで労働組合から派遣されて、1回は行けって、1回どころじゃない、3回も行きましたよ。そしてその時に勉強したことは、この安保条約を今通したら一生涯日本はアメリカに蹂躙されるんだって。その通りになってませんか。属国なんてもんじゃありませんよ。もう52州ですよ、僕にはせな、日本は。そういうふうに考えるのは俺一人かもしれないけど、戦前生まれの人間としてはね、今のあの政策見てるとね、もう本当に許せないね。そんな感情がもうどんどん込み上げてきた。で、実は7月からね、また話変わる。実はね、皆さん、JCO の臨海事故、1999年9月30日に起きたのをご存知ですか。あの時はね、やっぱり臨海ですよ。すざまじい状況があの村で起きたんだよ。それで僕はやっぱりうちの家内、まだその頃は生きてました。あなた大変なことになってるわよと、臨海事故よって言うからさ、まさか JCO なんて会社があると思わないよね。原発でぶっ飛んでると思ったんだよね。それでじゃあ今回は取材をやめようと、あんなとこ行ってお前てめえが被爆したら大変だ。それでずっとテレビ見てたらね、3人の労働者がさ、ビニールに包まれて、法医研ね、放射線医学総合研究所というのが千葉市にある、あそこへ夕方は連れ込まれて、その映像を見てね、また労働者潰したのかって。ずっと労働者潰しの写真を撮ってきましたから、そういうことは許せねえな。
一体あそこはどうなってんだ。それでもうね、無防備で翌日もう熊に飛び乗ってさ、何も用意しないで、まあ大丈夫だろうと上さんに言いましたね。少量だって放射線が危ないんだよって、それを今実感してるんですよ。その後にね、鼻血が出て、ね、それで白血球が2000を割るような状況になって、電車が審査したら何やってきたんだって、実はこういう仕事をやってきました。で特にね、JCO の話をしましたよ、なんて言っているんだけど、いや先生ね、俺は因果関係を立証するために来たんじゃないんだ、今の現実の俺の体を知らせてくる、で骨髄液を取ってしたら再生不良性貧血になっちゃった。それでは約来年で20年じゃないですか。いや放射線の恐ろしさをね、今まざまざと感じています。最初は1ヶ月ごとに血液検査やってました。今はね、6ヶ月に1回、それが7月に行われたけど、富山であの講演をやって帰ってきた次の日だったよね。そしたら1900を切ってるぞ、渋さんどうしたんだって、また福島行ったのかって言うから、いや違いますよ、ね、このまんまだと非常に危険だから、またもうとにかくうちにいなさい、こんなこと言ったってね、公園ぐらいどうですかったら、公園は飛び歩くわけじゃねえだろうって話をするだけでしょうと、そうだよ、どうしましょうということでね、血液、あの高血圧、最後に話しますけども、原発医学労働者のね、岩佐和幸さんが、ね、19年、仕掛け17年か、最高裁まで、原発被爆最後の戦った人がおるんだけど、彼のところへ100回以上通ってた時に、こんなにたくさんの薬を飲むんじゃない、それ何ですかって、血圧が高いんだよ、さん。どのぐらいあるんですか、240とか50言ってんじゃん。なんて言って俺驚いたから、実は僕も今、ついこの間はね、ずっとつけてみろって言われたの。210いくつ、下も110いくつ。今、薬をもらってね、3日前から、ちょっと強い薬なんでしょう。薬っていうのは、効く代わりに、どっか焦がしてくんだよね。だから、薬っていうんだ。で、今日はね、よれよれって言ったでしょ。俺、よれよれじゃ困るなと思って、今、元気出してきたんだ。そんなことをね、一応言っときましょう。それから難民じゃないんだよね。僕は2011年に原発棄民って俺が言ってた言葉はあの人が使ったんだろうと思うんですよ。原発棄民ですよ、捨てられてるわけです。ね、本当に無残、本当俺行きたいんだよね、福島に。でも医者に止められてます。そんなことでお許しくださいね。さて、じゃあ始めましょう。まずね、安倍晋三に対決していかなきゃいけないと思ってるの、僕は。それで昨年、あ、どっちに入れる？6月、それからいきましょう。実はね、これは1970年から13年間追い続けたテーマです。これは毒ガスを作っちゃいけねえのは当たり前だよね。第一次大戦でドイツが、イベットマスタードガスか、あれを使って大変な被害を起こしたんだよね。それでジュネーブ協定、ジュネーブ条約っていうのを作って、化学兵器は作っちゃいけないというの。それなりに日本は、ね、1929年だから昭和4年か、本格的に昭和20年まで毒ガスを、地理院の地図から地図を、あの大久野島という島を抹消してまで毒ガスを作りました。そして今まだ中国のね、山奥の満州だ、今の東北部ボンベにして30万本から40万本埋まってるそうです。日中で仲良く今し始めてるから、その問題がバーッと出てこないだけの話。
らないで農民がその蓋を開けたんでしょう。一発ごとで即死をしています。毒ガスの問題も私はね、1970年前知らなかった。いかに脳天気か分かるでしょう。さて、その初めに知った時の話をしましょう。私は1956年の夏からあのひどい四日市へ1年間通うわけだよね。それで1969年の、11月、いよいよこの取材をして今年どう終わるんだなと。そしていたら一人の老人がね、あんたは広島県の中海忠の海というところにわしらより多くという言葉じゃねえ、陽気、陽気っていうのは多くっていう意味だよ。陽気多い、多いね、数の廃棄をやられた人がいるの知っとるかっていうんだよね。もうなんか知るわけないじゃないですか。四日市が最大の被害を受け始めているわけじゃないですか。69年とは、これ1957年から小湊が動き出しているわけですから。で3年目にそんな話を聞いて、つって家へ帰ってきて、その忠の海っていうところをこう見たら、竹原市ってのはクレセン、ご存知？三原からぐるっと半島が回って広島へ入る、その3つ目に中海っていう駅があるよ、忠の海。それから先ずっと行くと竹原市っていうのはね、あ、これは竹原にあたりにきっと一緒になってるんじゃないかと。で竹原市にの竹原市のね保健所に病気のことだから気をいいだろうと、そして電話を入れました。あの府庁さんという人に代わってくれてね、どんな用件でしょうって言うから、実はあの毒ガスのことをお聞きしたい、あとねもう大変なことなんだったら、お電話でお話するような問題じゃない、ぜひ一度来てください。そして1970年の正月、ろくろやってませんでしたね、2日の夜行列車、当時は夜行列車があったのよ。僕は飛行機なんて一つも使ったことなかったよね。売れない写真家だからよ。売れたら飛行機行っちゃいますよ。売れない写真家だから、もうみんな電車です。それでも夜行列車へ乗ったね。2日だからね、ほんと飛び乗っても OK だった、ね。そして三原で降りて、寒いし、飛び乗ったね、4月3日。それでそのクレセンに乗って、それで忠の海へ着いて、それで病院まで100メートルぐらいだったよね、忠の海病院。いやいや、外から見たらね、憲兵隊の建物でさ、まだ木造なのよ。それに 窓ガラスがろくろくないじゃん。新聞紙の方は貼ってあるじゃん、こうやって。これ病院かよって。後で写真見せます。はい。スザンマジン毒ガス患者たちがいるんだ、ね、そこに僕より5つぐらい年上の雪武正人という医者が一人、看護師一人。だから正月返上で毒ガス患者を見ていた。でとりあえずは4日か5日、ね、取材をしなきゃいけない。駅前の旅館にとりあえず、ね、入って、で8時半に病院へ行った。行ったらもうずらっと患者たちがいたよ。さあそこから、いよいよここへ入りましょう。はい、行ってください。さあこれがね、皆さん分かりますね。これさっきのあのお医者さん乗ってましたね、貸してね。すまん、どここれを押すと、あ、そうで話せばいいわけね。そう、あの話せば消える。消える。はい、これだけね。やっぱり学者は違うね。はい、言ってください。はい、これがね、いいですが、ここが駅なんですよ。ね、ここに駅があって、それで病院はこの辺りにあるんだよね。今はね、コンクリートになったの。総裁組合になったから。クレの関係の、クラ病院の関係でクレ、共済病院になった。
当時は木造のね、憲兵隊の建物で、こんなところで遊泳艦長いるのか。さあ、ここから船が出ますね。まあ、大体20分。さあ、このあれを見てください。ここは山になってるから、いいですか。この本土の側から土ガス作ってるのは見えませんね。この向こうの山を越えたところに平らなところがあるんですよ。はい、これが大久野島っていうんです。地元の人たちは久野島っていうんで、訳してね、大久野島なんて。はい、次。さあ、これがそうだから、まあ、はい、行きましょう、次。さあ、まあ、船で20分。はい、次。さあ、これ当時の、あの、議定。なんか議定って言ったよね。技術者のことを議定。ね、これ職員だ。なんかこれみんなとったものらしいんだよね。それを、こう、まあ、工場の幹部ね、人たちには写真を配ったらしい。それをみんな持ってたんですよ。それを僕が撮らせてもらった。これが海側から、こんな逆に向こう側が陸地ね。これ山になってるでしょ。見えないでしょ、向こうから見たら。さあ、こっちで、フランス式イベリット、ドイツ式イベリット、ルイサイト、生産ガス、それから少女たちにね、14歳の女学校の生徒たちは、あの気球爆弾ね、直径十何メートル、あれをこの島で作らされたそうですよね。その子たちが今80人近いんだけど、この島が毒ガスで汚れてるわけよ。これをみんな吸い込んで、それで大変なことが起きたわけだ、その後ね。で、次行きましょう。さあ、これもそうね。これがね、イベリットの工場だそうです、これがね。はい、次。これ、黙々と出てますね。なんだろう、これ。はい。はい、このそうね。キャー、これはね、あ、この写真は戦後、米軍が入ってくる。進駐軍が。そしてね、さあ、ここで忘れないうちに言っときましょう。後に差別認定が起きますよね。約どのぐらいこの島で働かせる。約6000人から7000人が働かせたの。原発と同じですよ。何にも知らない連中を使った。ね、高員、女子挺身隊、各党動員、それから臨時工。この人たちには、うちに帰ってもね、絶対ここで何、あの、どういうものを作ってることを一切言っちゃいない。もし言ったら、この人、軍法会議、すさまじかったらしいですよ。はい、次。さあ、これは戦後の処理だそうですよ。取り出してるところね。これが議定ですよ、議定。今で言えば技術者だ。はい。はい、これもそう。これ見て。これ今の原発労働者のあれよりゴムなんだけどさ、もう大変ですよ、日本の製品なんか。もうこんなものを着てたってね、今見て写真出てきます。美男性ですからね、イベリット、ルイサイトは。みんなこれを通した。はい、次。はい、これ、戦後処理の時だそうです。はい。はい、これ。ほんで、どこをやったかと思ったらね、アメリカの州艇に乗っけて、ボンベを、これをね、2隻、これずーっと回ってさ、太平洋のね、黒潮の流れているところで、この船を爆破させて、沈めたのが良かったんだけどさ、黒潮って結構速くな、走ってんだってね。それが黒潮はどんどんこういうボンベですから。これが後に、長州沖の漁民たちがこれを拾うわけだ。皆さん、その頃、今から40数年前、新聞に出たこと知らない？長州の漁民が、とうもない目をつぶしちゃったとかね。ボンベ知らないから開けちゃって。それでどんどん流れてる。はい、これ
戻っちゃいけませんよ。これも入ってた。はい、次。これがね、バク。はい、これがウィリアムス少佐です。これが進駐軍の一番最下地、ね、資料をみんなアメリカに持ち帰った。それで永久戦犯の連中はみんな保護させた。今と同じですね。でさ、そういって労働者はみんなこんなの乗ってさ、捨てられたわけじゃん。原発機民、毒ガス機民になってくる。それでこのその前にね、働いた連中の労働者やね、女子挺身隊も、学徒動員も、臨時工も、その書類は全部焼き切ったんだって。誰が勤めていたか分からなくなっちゃったじゃないですか。悪い連中でしょう、これ国家というのは。そして約760人だけがね、恩恵を預かるわけ。つまり軍属であった連中で、軍からお金をもらってた、あの時点も含めてね。こういう連中は旧礼年金というので、そのお金のおかげで戦後ね、この連中だけを助けたわけ。1割に満たない連中です。たったの760人。それで1937年にね、僕は70年から13年間取りまくったのさ。これも証言を得とかなきゃいけない。非認定患者と認定患者、それからその女学校の生徒たちをね、それはここに今日はあるんですよ。皆さん見るだけじゃダメですよ。徳松島をね、本当はね、1983年に最初からね、写真集だからもっと大きかったのか。これは当時話題を呼んだんですよ。NHK が、あの NHK がよ。いいですか、この NHK が1983年の8月14日のお盆のね、日のニュース番組にビシッと8分で俺を追ってきたのよ、広島まで。で、島に渡るところからね、そこから毒ガス患者たちにインタビューしてるところをね、それで一つの一本のドキュメンタリーを作って流しておいたんじゃ。それで毒ガス島という写真集を紹介したからさ、この時話題を呼んださ。それで写真展もやってね、広島市の平和資料館で、あの広島にある支局たちね、あの読売ですら書いてくれたんでしょ。わかります？僕ね、読売ですら。お前は国家権力の総務みたいになっちゃったね。ね。で、まあ話題を呼びました。で、何か所かでね、子供たちも見に来てくれましたよ。これで何とかなるかと思ったけど、そうはいかなかったんだ。83年の時代を背景見てください。日本は高度経済成長に真っ直ぐ、あっという間に忘れて、小出さんの話と重なりますね。すぐ忘れちゃったよね。そしてそんなことはなかったみたいになってしたんだけどさ、これをもう一度出したいっていうところが出て、これを今度は15年に出したの。これも結構書いてくれた。共同通信が今僕にものすごい協力してくる。共同通信が出せば全国の地方紙にみんな流れるのよ。ありがたいよね。ここにある新聞は全部ダメじゃねえか。全国紙ってのは、そうやってね、そのおかげで図書館に入ってきた。ありがたいね、感謝ですね。そういう意味じゃいいこともあるんですよ。マスコミがいい方向へ動けばの話、悪い方へ動いたら、小出さんの言うように大本営発表したらどうする。また戦争に反対する連中は悪にして、また大衆がみんな戦争に乗ってくる。あれ、戦争っていうのはね、一部の人間が先導して大衆がみんな協力するんですよ。うちの父親に散々僕見たことありますよ。あんたらが戦争を起こしたんだろうって、
しょうがなかった。しょうがなかったっていうからいつまでたっても変わらねえんだ。日本人の一番悪いとこはね、何かって言えばしょうがなかったら、仕方がなかったら、これで片付けちゃう。和の精神か、これが。全然良くない和の精神ですね。さあ、それともよくついて、この、ここへ渡っちゃったの資料が。じゃあ、アメリカも今度はその後、毒ガスガバガバ作ってたじゃないですか。沖縄で大事が起きたでしょ。トラックで運んでる姿あったじゃん。撤回させろって。これも40数年も前だから、あんたら知らねえやね。はい、次。はい、これさ、見て。これなんだろう、これ。これお尻なのよ、男の。このヴィラン性で、ヴィラン。僕一番重要なところ、袋だ。こんな人たちはどうしてたんですかって言ったらね、生きている証言聞いたら、とにかくね、パンツの中に袋、あのメルケンコの袋、メルケンコを入れて、こうやってこうやって歩いてたの。想像して、それで毒ガスを作らされてた。はい、これはまだ生きてた人もね、このヴィランが戦後ずっと治らないでいたんですよ。はい、はい、これすごかったと思うよね。これだけ残ってたんだから、僕が取材して写真撮らせた時、あの時代に撮ってたらこんなの出たって。はい、これ見て、背中だってどうだって、あんないい加減なゴムじゃさ入ってくるって。まず労働者は何だと思うんだろうね。今も昔も何一つ変わってません。ホイッスルで最後に原発の話をするんです。日本って一体何だろうって、この国は。それが言ったように文化国家でも何でもありません。国は最低の国ですね。ジャーナリズムはね、まだ小泉の時代には、17位ぐらいだったんで、自由度が今100いくつって送ってって、安倍晋三で。それでもあんまり文句言わない。まあ毎週その国会行って文句言ってる人たちがいるからほっとしてるんですけどね、僕は。まあどうなってくるんだろう、本当に。はい、はい、これはね、陸軍のこれ、あの弾薬庫なんだな。だからここを利用したんだよ、この島をね。それ歴史が、はい。はい、これはね、みんな埋め立ててたのさ。僕は1月の、いいですか、1970年ですから、今何年前、47年、8年。初めて渡った時にね、危機迫る思いだったね。工場が全部あったの。全部写真集では使えませんからね、数点使ったら。こういうのがいっぱいまだ残ってた。はい。で、これはあの発電所が必要だったね。毒ガス作るために。その発電所跡は今でも残ってる。はい。はい、これは外から見た発電所。もう今中に入っちゃいけません。入っちゃいけない。だって写真撮りに入らなきゃ足りないやろうって。これはそういうことで平然とやろうと思う。権力の言うことをピシッと聞いたら合う。単なる事実報道だけになる。皆さんメディアの今の新聞もテレビも単なる事実報道をしてるだけよ。これが事実だと思ったら大間違い。事実の裏側に真実があるんです。勘違いしないでね。だから僕は時間をかけて40年も50年もかかるっていうのはそういうことなんですよ。うちの取材の費用だって手目で出さなきゃな。誰も援助なんてしてくれませんよ。当たり前のことだ。でも誰かがやらなきゃいけないんじゃん。誰かが。堀江さんがね、あの人なんか俺に言わせればね、学部長になる人です。それがやっぱり反覚悟をやっちゃったから。これ素晴らしい。俺ね、こういう人たちがね、世の中にいるってことを知った時にさ、感動したんだよ、これでさ。高い銀座の音がさ、これでいいんですよ。
こんな人たちが世の中にいるのにいるにゃ、たかが写真家が写真を撮るのは当たり前だ。本当にいい意味でね、支えられたのよ、写真。さあ、これはいろんな撮り方がないぜ。これがほら、毒ガスを、ここに釜があったのよ、これ。何千トンとここが入ってた。これが123と並んでたの。今もこれはあるんですよ。はい、次。はい、これ少年の12歳っていうのはいくつ？あ、小学校6年。12歳。11か。この連中はね、僕らあの少年時代に毒ガスを運び込む手伝いをここの洞窟にいたんだよって俺を連れてった。みんな軍国将軍、お国のため、天皇のため、もう天皇のためっていう言葉はね、僕が取材してる70年代に誰だって話したんだよ。今そんなことを言う人はいないんだろうです。お国のため、天皇のため、そして殴られ蹴られ、国のためになるんだ、そうやってやってきたのよ、ね。はい、次。はい、これはもう焼き切ってね、あのさっきの毒ガスを貯蔵するものすごかったんだって。これ焼き切った後、はい、はい、これまで行った時にまだあるでしょ、まだいろいろところ探り回ったり、いっぱいだ。はい、はい、これはあの入り口ね、これがあの発電所、はい、こういうのがあったんじゃ。全国どこ行ったって毒ガス用なんて病院一つもありません。これをね、この毒ガス用を、これをね、どっかの雑誌に載っけたらね、ソ連を、この病院をこれを取っちゃった。きっと上から言われたんだろうね、文科省あたりから。だからもうこれは一切見られない。写真って重要でしょう。本当に撮ったおかげや、これ毒ガス用なんて全国の病院に一つもありません。はい、はい、これもそうですよ。内科ガスマン、これもなくなってましたよ、数年と。ガス、ね、はい、はい、これがね、国民労務手帳、これを持ってる人たちだけが認定制度。1983年の時点でね、その760人のうち相当の数は亡くなってたんだけど、また生きてる連中には国がね、手当として12万円出した。捨てられた連中は涙金ね、本当の涙金。僕はね、非認定患者たちに言ったの、裁判を起こしなさいよ、みんなで支えて、絶対国だから相手は勝てる。そういったら何て言ったと思いますか、その人たちは。私たちがその裁判を起こしたら、認定患者の人たちからいちゃもんがつくんだって。人が良すぎないと思う、人が良すぎると思わない。俺がもしいたらやったよ。そうやってみんな泣き寝入りしてた。悲しいですよね、本当に。妹いてると、なんておとなしい。福島の人だったって僕に言わせればおとなしすぎる。もっと怒り狂ってほしい。みんなこうやってすらっと弱い人たち。これ今始まったことじゃない。もう江戸時代から明確になったのはね、そのまんま今やってること見てくださいよ。ね、政治家のトップたちが必ず金の比較でしょ。江戸時代は高級武士たちが商人と組んでたじゃん。どこが違う？服が違うだけ。刀を捨てたわけ。それから上を切っちゃっただけの話。洋服になっただけ。内容何も変わってません。はい、これいきましょう。はい、こういうふうにね、研修をするときにどこでもいっぱいになるのよ。ほとんどね、非認定患者たち、助けてくれねえかなって言ってたのにさ、自分らで裁判起こしゃよかったんだよね。もうほとんど死んでるでしょ、80年の段階で。これだから、はい、はい、あ、ついで
去年この人のお孫さんから連絡が入ってね、写真集に入って、それでおじいちゃんがこの写真をこれコピーしてよろしいですか、偉い人にはねちゃんと許可を受けていいですよ一言がありました。はい、次、はい、これみんな否認定款、はい、次、はい、これ重信拓三という教授がね、広島大学の大任内科がその毒ガス患者たちの追跡調査をやったんだよね、何十年第二内部、それで浮き上がってきたわけですよ、毒ガスを作ってた。そこでどのぐらいの人数を作ったっていうのも、この大学の先生たちが何とかしてくれた。俺の本にこの先生の文章も入ってます。行くだけ、院長の話も入れてくれながら、あんた頼むよって言ってみんな書いてるんだ。はい、はい、これで検査するわけだな、肺機能、四日市郊外と同じだよ。はい、次、はい、みんなそうでしょ、検診の時はみんな来ますよ、もう必死だから。はい、はい、まあ同じことだね、見方が違った時は、はい、次、はい、これはまあ自宅へ行ったってね、病院に入院できないんだよ、多すぎて。自宅でみんなうなってたのよ、想像してみて。中にはね、否認定患者でさ、僕に何て言ってたの、実は分かりますか、みんな世の中は豊かになって、ええ、それに内訳の通り貧乏なんだ、分かってもらえるって言った時に、言葉もないですよ。それでお国のため、天皇のため、何なのよこの国は、はい、せめて保証するならいい、みんな勤めたものを、名簿見ね、会えちゃったからないですよ、ちっとでおしまいだ、ひどい国だね。はい、次、はい、このまあ人たちみんな検診に来てるわけだ、何にもできなかった人たち、戦後ね。はい、次、あ、この人見て、当時はね、看護師なんていないんだから、ね、あの木造住宅っていうのは、あんな憲兵隊の部屋で、歩きはミシュ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 、それで暖房もなかったんですよ、暖房なんて、窓ガラスはそういう新聞紙とか、そういう5本が、タンツを持って歩いてるわけ。この人が一番重症だったんでね、奥さんに来て、こうやってあれですか、食事もあれですかって言ったら、そう持ってきて、毎度来て、でお風呂にももうこの体では出られないからね、入れづらいところに来ちゃったね。俺ね、実はね、この取材はね、一回だけ行ってこようという予定で行ったんですよ、あまりの素玉にして。まあ後で最後に行くだけさ、ドクターのさ、話をしますけど、はい、はい、この人もそうね、この人はまだこうやって家族が歩けるんだよ、これお風呂へ行ってきたんだ、はい、はい、これって当時はモノクロテレビですよね、はい、はい、これは自宅でうなってた人ですよ、想像して、今のようなさ、文化住宅じゃないんだよ、田舎だから、暗いなんか風景ですよ、これ現実なんですよ皆さん、片方は高度経済成長だと燃に燃えてさ、豊かになっていく、片方には戦争の犠牲者たちがゴロゴロこうやって捨てられてる、今と何にも変わってませんね、はい、はい、いい顔してるでしょ、なんか潤いだ、はい、はい、これもそうですね、はい、機能検査、はい、はい、このおじいさんはね、もう寝たきりだからね、それで外、この向こうに海が見えるんですよね、ちょっと高台でね、それを眺めるのが唯一楽しみだ、はい、
この人はほら学徒動員で否認定患者わしらね一緒に働いてね困りそうだよなっつってねただ嘆くだけや。はい、次、はい、この人も同じだったね、うん、俺は喉がもうすげえんだよひどくてひどいんだよっつって、うん、はい次、はい、この人はねベリットのタンク、あ、タンクじゃねえか、釜をね、洗うためにね、水でこう洗ってるうちに目にペッて一滴かなんか取り込んだんだって。そういって全盲になった人ですよ。それをみんな知ってたらね、毒ガスで非常に危険なもんだって言ったらさ、こういうこと起きない。とにかく働く連中には一切何を作ってるか教えなかったし、この工場のことを一切家族にも話しちゃいけない。国家機密ですからね、これね。原発だと同じなの、さっきの堀江さんの話だって。でたらめをやって書いて、それで国民を騙して。はい。はい、この人もかわいそうだったね。あの山の中だったね。電車に乗り継いで、それにバスでまだ行って、半日かかったよ。でこの有様、ね、みんなかわいそうだったな。本当にもう俺にできるのはただ一つね、写真証言、ね、あるいはその証言だけね。ナイスさんがもうこんなになってくる、でもこれ諦めちゃならんじゃねえ。誰もやらないなら誰かやってこい。僕はね、写真界はね、日本の写真界は非常に、皆さんも聞いといて、保守的なところだからね。国家に盾をついた写真家たちは一つもいいことありません。賞なんか一つももらえませんからね、写真界は。で、綺麗なこと、美しいこと、そういうことやったら四十法相はこれだよ。で、四十法相ってみんな、皆さん天皇制と結びついてる賞だから、俺ももらいたいな。俺んとこ行けたら突っ返してやろうかな。だから俺がくれるわけないじゃんね。国家に、大企業にみんな立てついた。俺の樋口健二報道写真集制、これは色と、毎年よく売れてるんですよ、この公園で。なぜか。日本の民衆史ですよ、これ。絶対に大学も教えなかった。産業公害、労働災害、ね。それから開発に伴う自然破壊。さらに隠された悲劇の戦士が入ってます。37テーマです。これだけ取ったおかげで、日本図書館協会が、おめえの写真集いいじゃねえかって言ってくれたんじゃ。図書館協会宣伝図書の。日本写真界はそれ一切ありません。でも気持ちいいね。下手なところから賞をもらえる。平和共同ジャーナリスト基金賞なんかの方がずっと俺は嬉しかったね。はい、次行きましょう。はい、この人ですよ、岡本さん。一生懸命天皇お国のため働かされて、このありさまだって。かなりのね、アルバイトでやっと食ってんだ。はい、はい、この人もかわいそうな人だったね。認定患者のまんま、ね、これわざと白壁にしたのよ、ね、あまりにもかわいそうすぎて、はあ、あとこのまんまでずっと生きてたんだよね、しばらく。お兄さんが付きっきりでね、そのことをしましたって。はい、はい、この人は認定患者だったよね。だからまあわしらはまだいい方だと、あれをもらってるだけで、ね、もらってる連中はやっぱり心苦しかったと思うよ。自分らは12万円もらってたんだから。1983年のあの時点でね、調べたら国家から12万円もらってました。
だからそういう言葉も出た人たちもいるんですよ。はい、はい、これ見て、この辺のね、行くだけ、委員長がね、日向さん、この写真をいただけませんかって言って、こういうケースの写真が今までないんで、この写真をあげました。はい、まあ一人だけね、すざまじい人がおったじゃないか。6月にまで18歳の時に借り出されて、そうしてボロボロになって、それでね、あの今の福井県の鯖江市、当時は鯖江村、そこに毒ガス部隊があったんだって。毒ガスを作った関係で部隊へ回されたんだってさ。だが使い物にならないわけでは、介護やられてる。それで広島市へ返された。翌日原爆にあった男へ、想像できますか。でもその人怒らないんだよね。淡々と話をする。うわ、この人の言葉を残してあげなきゃいかんのかってね。体中ケロイドだらけ。俺特に象徴的にここを撮ったんだ。こんな人もいたってこと。非人って感じある。それで、はい、これも本当この辺も南してくれたんだよね。泉正勝さん、お前まで覚えてます、忘れられない。はい、はい、これが湯竹先生。この人が後ろパッと向いた瞬間があるんだよ。ここで言っちゃおうね。4日か5日取材をして、病院の患者たちはみんな取らせてもらって、そしてその近辺に、ね、寝てる人たちも取らせてもらって、先生ありがとうございましたと、ここで私も帰りますと言ったら、この湯竹先生がね、あ、ごめんごめん、はっと後ろを見たのに、こうやってそのまんま、樋口さん、この問題やってくれませんかって言われて、もう逃げられないじゃないですか、皆さん、この問題やってくれません。どうしてこんなに日本の写真界には僕なんかより優秀なのごろったほど、この友人たちの洋館大学を、早稲田、慶応、上智、明治、京都の同社なんていう人たちがフォトジャーナリズム界にいっぱいいるよ。なんでこんなことやるのかと。お金にならなかったらやらなかっただけの話。みんな頭のいい人たちはお金にならないことやらなかっただけなのよ、皆さん。私はバカだから、お金のこと全然頭にない。写真を歴史に残しておくしかな。でも今考えるとありがたい、よかったよね。うちは生活めちゃくちゃあったけどさ、稼いだぞ俺も。本当に月々火水木金金で働いてたの。働き方改革どころじゃねえや。本当にもう、まあそんなことでね、この先生にもうしょつかまっちゃったじゃん。それで13年間。いやでも今考えるとやっといてよかったよね。そうだよ、何にもないんですよ。はい、あ、これ入った時、行った時の写真、俺がこれ本当一番最高なきゃいけない。これ見て、タンツボ5本5本、これ着てるもの見たら分かるでしょ。暖房はないんです。1970年1月3日。もう最悪だったね、これ。まさに国家に捨てられた毒ガス君に言ったの、これ。はい。はい、さっきの奥さんが体を拭いてた人、これ。本当は寝たまんま。これ見てください、これ。もう食べるものを喉に通らなかったよ。毒ガスの被害の恐ろしさ、国家がみんな作らせておいて、そうしてほったらかしたと、これを知っておいてほしいんだよね。それで今度は憲法改悪して戦争をやれる国にしようって言うんだ。安倍晋三ってこういうことを一つも知らないんじゃないかなと思ってますけどね。
本に書いてありますよね、安倍晋三。俺ぐらいでしょ、あれだけ厳しく書くのは。はい、です。はい、見てよ、これ。ああ、無情だったね。初めて行った時の病室、想像してみてくださいね。はい。はい、これはさっきのおじいさんね。外を眺めていたでしょ。はい、はい、この人もそう。わしらに手を差し伸べてほしいんだよ。せめて原爆並みの手帳をくれねえかなって言ってたよ。広島には重大事件が2つあんだよね。片方は原爆、片方は自らの国が犯した毒ガス患者たちで、こっちは捨てたわけよね。なぜ捨てたか分かる？自分たちがやっちゃったから。原爆はアメリカが落としたって、ここだけ集中したわけですよ。つまり被害者だ。加害意識はまるっきりここではなかったと。同じレベルだよって、あの雪竹先生言ってましたよ。毒ガスってのは、ヒムさん、もともと作っちゃいけないもん。患者になった人たち、これは永久に治らない。放射線でやられているのと同じなんだ。どうレベルで考えてもらわなきゃいけないんだ。はっきり言ってます。本当にその通り。はい。はい。これはね、このおばあちゃんもやられてたんだよね。婦人会で出てるんで、直接毒ガスを作ったわけじゃない。毒ガスをボンベにつけ、入れる作業をしたって連中。みんな肺吸ってるわけ。はい。はい、この人も。いい体してるから病人のように見えませんけどね。はい、はい、この人は山の中、みんな人がいいんだよな。もう怒りがないのかねって俺と。あの当社になると何とも思わないのか。俺の方が怒りがものすごかった。まだ分かったのね。1970年、今81歳だから、ちょっと引いてみて。いくつの時俺若かったから、タクシーを一度も使ったことありません。全部この足だ。ほんで今この膝関節症になってるんだよ。だからね、はい、まあ、これどんどん行きましょう。もう主なところは、はい、この人も、あ、この人もそう。いやー、この家入れてもらったらいい？ここを手術して、もう声が出ないんだって。声が。ここで奥さんかなんかが代弁してくれたんだよ。ああ、ああ、ああ、言って。これとも早く死んだろうね。はい。はい、これがあの、毒ガス工場へ行った連中だよ。はい。はい、これ少年時代に、え、わしらみんな毒ガス運んだ場所なんだぞって言った男だよ。もう12歳の連中だよ。小学校12歳、戦後の、はい、はい、これ、まあ、あの病室見は若いでしょ、これ、憲兵隊の建物のね、はい、はい、これ、最初はこれだけの34人か、これで始まったんだって、それがね、7000人に遅れやがって、特に1934年、僕が生まれた年ですよ、日中戦争。で24時間で創業で毒ガスを作ったって言うんだろうね。作っちゃいけないんだよ、本当は。みんな違反してんだよ。お国のため、天皇のため、こういうことがあった。はい、ああ、この人、この人も汽車に乗って行ったんだよ、俺一日かかった。それでも解かなきゃいけないと思ったし。これ、稲田菊松さんという人でね、この人は副職長まで上り詰めた人だから、どういうものを作ってたんです、みんな教えてくれた人でも、こいつで何も変わってないじゃん。天皇の写真がこう飾っちゃっちゃったからね、なんか愕然とするわけ。こういうところが田舎の人たち、このチームハムズ、これが俺だったら割っちゃうんだけど。
崇拝者だ。はい、はい、まあこの辺はみんな認定患者だと思ってください。この人もそうで、あれこれ、はい、ここからちょっと話をして、女学校の生徒たち14歳から15歳ですよ。14歳から15歳っていうのは中学生。これを気球爆弾から作るためにね、直径10メートル以上あったんだよね。それでノリでね、ペタ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 、毎日毎日朝から晩まで。それで島はもう毒ガスで汚れてるわけじゃん、四日市との話です。それで後で戦後みんな肺機能をやられて、なんか結婚したけどね、肺結核だろうって言って離婚させられたり、癌になって死んでった人もおりまして、稲葉さんの娘さん23歳でやっぱり癌で亡くなったって言ったよね。いかにいろんなものが恐ろしいか、放射能も恐ろしいけど、みんな吸い込んだものが作ったわけでしょ。はい、はい、これがね、何人いる？ 2、4、6、8、10、12、13人集まってくれたんだよ。俺が写真集をいろいろ作るようになったから、もし集められたら集まってください。そしたら当時は学んだ学校に集まってくれたんだよ。それで後で切ってったら何人も亡くなってくるんです。同窓会だったの。14、15歳の子供たちが毒ガスを作る、工場でね、気球爆弾。で、気球爆弾は後でなんかあの新聞かなんかで見たら、アメリカのカリフォルニア州かなんかに一つ飛んでったそうですね。ね、彼女たちが作ったのかな、すっ飛んでる。ジェット気流に乗って。はい。まあ、この人は早く亡くなって。はい、これでみんな認定患者じゃないんですがね、いいですね、非認定患者のまま苦しんで死んでったと思って、はい、次、はい、この人がちょあの僕にとっても協力してくれた人、この写真集、旧刑事報道写真集が出ましたから、ふとあの13人はいなかったか、実冊を送って、樋口さん、それも毒ガスが入ってましたから、求めてくれた人がいるんだ。はい、はい、この人こそ、これは婦人会で出た人、山本鶴夫さん。なんかもう重くて嫌になっちゃうんだよね。はい、この人もそう、みんなあの女子、低身体じゃなくて少女たちよ、低身体じゃない。はい、はい、この人は両方ともが患者だったね。1980年代の中間ぐらい、83年に、写真集が出たから、そのずっと前と70年代に、はい、はい、みんなこれもう認定じゃない。はい、まあいいでしょう、はい、みんなこれもそうね。あ、この人の話だけ今しとこうかね。亭主がお坊さんだった。いや、帰ってきて、もともとお坊さんで出征して、だいぶ中国で人を殺したんだって。分かる？刀でだいぶ切ったって、それで復員してね、埋葬なされてたって。前の写真ね、皆さんって言うんです。あまりにもそのワンサーしちゃったからさ。だって戦争ってのは殺し合いだから、人を殺さなきゃてめえ殺される。これは日本人もみんな考えないよね。戦争やったら殺すだけじゃないと殺される。それで夜な夜なもうとにかくうちの主人がもうね、うなされてる。これは何かあるの。それじゃあね、取材にこういう人が来てるから、一度さっきの人の家へ寄って、それで話をしたらどう。それじゃあ奥さんが連れてきてくれたんじゃ。そのこともこれに書いてあるはずだぞ。ほっとして帰ってた。心の内をね、喋ってくれたの。はい、次。はい、この人はこれから、あの、あそこ行くの。三原まで行くの。はい、次。
みんな捨てられた人たちだと思ってくださいね。あ、この人も無残だよね。毒ガス作りをさせられてさ、戦後は何をしてる？あの島で草むしりをさせられてる、弱い人たちをみんなでこうやって踏みにじってるような感じがしない？これは日本の歴史ですよ、皆さん。本当にこういうことを学校は絶対教えなかったでしょ。いいことづくめだよね。1960年以降は日本は経済成長を期待だ、世界に大変になった、これだけ教えて、小平さんの言う通し平和利用だ、なせんの人は安全だ、クリーンだ、平和利用、ね、現代の水を集めた科学の結晶だ、これを文科省がみんな教えてた、ね、ああそういうもんか。いや僕だってそう思ったんだよ、1973から3年から始めた時に、つくづくそう思ってました。それで岩瀬さんと出会わなかったら、僕も同じように原発っていいんじゃねえのって言ったかもしれない。こんなもんなのよ、恐ろしいね。はい、次。はい、これも同じです。はい、とにかくほら、みんな寄り集まってくれて乾杯しようって言ってね、乾杯してくれたの。はい、それからね、稲葉さんの、この人はこの人たちのために奔走してたんだよね、国家に。なんとかこういう人たちを救ってくれねえか。で、救わなかったんです。そういう意味で稲葉さんの若へ、まあ行ってみんなで、ね、若まりしよう。その写真です。はい。はい、これは、まあ、例の当時は、重信教授が、島中、それから毒ガス患者のいるところへみんな行って、調査研究をやってたの。はい、はい、これがさっき一番協力してくれたね。はい、次。はい、この人のところ一番先に行ったんだ、これ。広島大学の第二内科の、松本先生。これだけあったんだ、俺が70年に帰りに寄ったのさ、広島大学。これが毒ガス患者たちのマカルテか。はあ、そうか、はい、はい、これは国会に、ね、国会に来て、国会、ほら、衆議院議員がいるでしょ、地元選出、そこ行ってこの人たちがまた頭を下げない、お願いします。なんなんだよ、この姿はって。逆さまじゃねえかって、国会議員がご苦労様、本当に帰ってるよ、今も帰らない。はい、はい、はい、次、はい、これ稲葉さんが訴えるんだ、涙の流れにね、これが国会議員だ。終わったみたいなこと言ってるだけの話、何にも分かってませんね。こうやって優勝さんと同じで何にも分かってねえでよ、分かったっていうようなこと言うんだよ。はい、はい、まあこれも検診風景ね。はい、この通りね、大久野島旧毒ガス従事者検診会場とかあるし、僕もよう行きました。13年間一回のつもりが、それで本になったんだ、ありがたかったじゃないか。はい、はい、今生まれ変わった旧施設だ、不具施設。なんで書いてある？団体宿舎で利用しているこの建物は軍の施設として、建てられたものを改装したものです。このほか桟橋とか、なんとか空間村施設として利用できるように改造しました。暗い軍、旧軍時代の施設が島のともに明るく蘇りましたと。冗談じゃねえじゃねえか。どういう、それで今皆さん、ウサギの島で有名になっちゃう。毒ガスの島じゃないんですよ。ウサギで外国人がガンガン来てるってよ。俺はこの映像で、この間いつだか見せてもらってさ、もうしたいか、この国は。なんも分かっちゃう。はい、これでおしまいでしょ。あ、自衛隊が、こんな飛行機を持っていて飾っちゃったよね。
こまでおめでたかったそう思いませんか。はい、はい、少年たちがね、やっぱり芝居来た時に患者たちがみんな説明していた。あのおじいちゃんがみんな働いたとかさ。はい、はい、これ広島大学の学生たちにこの人がね説明をしてた。みんなボケーっとね、幸せ時代だから。はい、これみんなそうだよ、幸せいっぱい胸いっぱいで大体知りませんよっはい、はい、この通りね、もう海水浴場で有名になって国民宿舎ができて夢の島になって、で今環境省かい管轄して、これでウサギの島観光客がうんわかいってる。毒ガスのことは一切出ていないと。ほら、はい、次、はい、もうこの通りだね、幸せですね。はい、次、はい、まあこれはもういいでしょ。これがあの上から見たね発電所の跡ですよ。はい、まあ、これがほら入り口ね、ここに3基、並んでるんで、あの釜がね、バーはい、これでお芝居、これはこの正面から撮るわけ。はい、次、はい、まあこれはこれでお芝居しましょう。それで終わった。ああ、これ2005年にね、カラーで入れてくれませんかって言われちゃったね、編集部に。この2015年ね、今もちょっと入れときたい、カラーで。どれになってまだあるんだけどさ、ね、はい、これどんどんやっておきます。じゃん原発やらないと終わっちゃいちょっと待って、2時半から3時半、あと10分じゃん。これもじゃあいくらもしないでおしまい、今日は。まあ本を買ってください。まあこれもね、それじゃあ行きましょうね。皆さん、あの1970年代は、ね、片方は豊かになってる、片方には戦争で捨てられた連中がいっぱいいたんだよ。そのギャップね。それでメディアはみんな豊かさの方へみんな行っちゃうわけだ。過去は全部捨ててるの、へーんって言って、もういいんじゃないの。中野義雄という人がね、もはや戦後は終わったっていう言葉を新聞かなんかに発表したときに、俺がカーンときましたね。わかりますか、戦後なんか終わっちゃいねえって。これは写真を撮っとかなきゃいけないな。それがこのシリーズになってくる。航空兵士たち、忘れられた航空兵。皇軍っていう言葉が使われたんですよ、かつて。天皇が一番上にトップにいたんだからね。その軍隊だったから皇軍というんだろう。今そんなことを書く新聞社もテレビも一つもないでしょ。そう書かなきゃいけないんですよ。え、おかしいな、ね、今のでも天皇、現天皇は平和主義者ですよ、あの人は。あの人に安倍晋三という人が学んだら仲良くなる。だから憲法改悪なんて言わないはずで。そう思いませんか。それで小池さんも言ってね、あのいろんな戦争法をぶんぶん作っちゃった。いつでもアメリカの戦争に乗ってきますよと。今まで5兆円の規模の、ね、軍事費が今あと10兆円なんだよね。ぶんぶん買い込んで、本当に戦争やるんだろうね、あの男は。ああ、始末に俺の程度が悪い男だね。どこの大学出たんだ。東大を出てないんだね。東大を出たかったんだけど、平沢勝恵とかいうあの自民党のほら足立区から出てる、あれ東大での警察官僚だ。あれに家庭教師を教わったっていうから、あ、これはダメだなと思ったの。だから吉祥寺のある大学出たわけになっちゃった。だから総計もダメだったんですよ。そのレベルなのよ。いいけど、はっきり言うけど、大学をねけなすわけじゃない。
だけどトップになる人間はトップの大学を出てほしいよ。でないと格好つきませんよ。だって俺大学を出てない人間に馬鹿されるってことだ。俺より程度低いよ、ゆっくり言って。そうでしょ、国民を平和の方へ導いていくっていうんじゃないんだから、どう考えても。だから僕が怒るんですよ。二度と再び戦火を交えることはいかん。え、その国の戦争に巻き込まれて、もちろんだ。さあ、それからこの人たちが出てくる。はい、これはね、当時70年代のことで、まあ、いろんなテーマを抱えたの。この問題もね、ゆくたい先生が話してくれたのよ。13年みんな戦争で捨てられた連中がいるんだって。関東近辺にはね、昔のほら、せっかく患者は収容した武蔵療養所とか、千葉の方には下総療養所とか、箱根にも療養所あるはず。死ねたと思ったよね、俺それまでまたこれも知らない。そして70年代には四日市郊外と毒ガスにこの問題を抱えちゃってさ、農医さんもないのに、金もないのに夢中になってたのよ。さあ、これが箱根から行きましょう。これ箱根療養所、はい、25人収容されてました。みんな貫通重装、立てない人たちね。この人たちが収容されてた箱根療養所、箱根病院。はい、次、これはどんどん行こうね。そうじゃないと、もう時間、これ何時で終わらへんの。4時か。そうだろう。そうそう、終わっちゃったな、俺。なんとこれ止まらないと時計。そうはいかない。はい、初めて行ったらね、緊急救助みたいな副長を出してバーッと見せてきてます。何回も行くうちにね、うなだれてさ、するんだよね。この人が一番俺に協力した人、菅野、菅野さん。俺の姿を撮ってくれて、これからたくさん出てくるんですよ。すっぱだかになってよ、こんな姿を撮らせないですよ。それで訴えてくれませんかって。戦争ってこういうもんなんだ。この人、これよくうまく入ってるでしょ。これを見てね、こんな勲功を人を殺したから、戦争で人を殺しは勲章もらえたんだよ。だからこれは何の効力もないんだ。そうやって嘆いてる姿、これが本音の姿です。両方俺に取材させたんだよね。はい、次、はい、まあ日常性はこういうことよね。あいつ、はい、まあこれみんな車椅子だからさ、はい、部屋の中だってみんな車椅子、パーッと行っちゃうんだけど、困っちゃうんだ。みんなそうでしょ、無残。それで箱根の山の中にバーンとあったのよ。それ知らなかった、知ってた。いや、俺も知らなかったんだよ、知るわけねえだ。あいつ、まあこうやって奥さんのいる人はね、これでまだ幸せだったじゃん、ね、はい、次、はい、次、はい、もう痛くて痛くて、交通事故やった時みんなこうやるじゃん。はい、次、はい、はい、次、これ見て、細くなった足をね、こうやって俺にやってみせたら、腰の脊髄を鉄砲玉でやられちゃったから、はい、なんか一生懸命掘ってんだよこの人。はい、はい、お医者さんがね、それでこれみんなね、今だったら当然しないでしょ。当時は医者たちがみんな協力したの、わかる。今でもう秘密法だとかさ、個人法、保護法だとか、写真なんて絶対撮らない。医者たちがみんな協力したの。感染主義者だったでしょう、まだ70年代。はい、次、はい、次、はい、このさっきの菅野さん。はい、次、はい、なんか掘ってますね。はい、これ見て、見られなかった。傷でここもう、ね、潤んでね、真っ黄色だったよ。
宇野黒でよかった。はい、さっきの人ね、みんなこうやって見せんのよ俺に。はい、はい、これは家族が、家族がたまに来る、よ捨て人だよ、たまに来る。はい、あ、こんな記念写真が置いてあってね。はい、はい、これがお風呂。はい、はい、これがあと菅野さん。普通こんなことをして写真撮らせるかい。この姿を撮ってくれって俺で訴えてくれ。あいつこんな姿を撮らせません。普通俺を信用してくれたんだよね。徹底して俺に写真を撮らせた。はい、まあ日常性はこのこれが箱で上がってくれるからってね。あいつ、はい、ここにやっぱりいつもトップにいるのよ、この人がこの管理者みたいになってた。でこの人がみんなに説得したわけよ。取材を日テレから撮らせてね。そういう協力者が必ずいる。はい、はい、ぜ、はい、これは憩いの場ね。はい、ぜ、ね、まあ将棋とかもう楽しんでるとこ。はい、見て、さっきの人ね、みんなやられたわけだよね。え、みんな人がこうやって連れてきたんだよ。自分で歩いてこれって。はい、つね、はい、つ、こういうふうに必ず改造をする人がいる。いや、みんな誰一人取材を拒否する人、皆さん一人もいなかった。いなかったらこんな写真残らなかったでしょ。写真って重要ですね。今この施設もなくなってるないんですよ。はい、はい、今こうなったの。2006年に行ったらかつてここに人間の息吹があったんだけど、はい、これもそうね。トイレ、はい、はい、ここが行こうねば。はい、はい、これがいよいよ壊される前の誰もいないね、廃墟となった施設。これもそうね、誰もいません。はい、この通りね、草ぼうぼうとなってました。40年目に行った。はい、あ、40年じゃね、20数この人だけが2006年に生きてたの。朝のさんがね、一人寂しく、みんな死んじゃった、一人になっちゃったって。その話もこの本に全部書いてあります、彼の証言も。はい、ね、で耳悪い方から、俺は筆談でこう文字を取ったの。はい、これ俺だぞ。これ編集部の名前の時につれついてきてくれたんだよね。木下の写真の一枚ぐらいなきゃいかんだよな。はい、俺もこういう取材をしていた。はい、はい、次、はい、これでおしまいしましょう。はい、今度もう一つ、今度は青春をやられた連中だ。戦場で、ある、あの激戦区でみんなやられたのよ。脳みそ、脳、神経、これが武蔵療養所に94人、下総療養所に73人。ここでも院長と会ってね、日向さん院長に会えやって、担当の医師が僕を院長室で、うん、こうな人で君の大変だな、いい写真を残しててくれ、教師なんか一つ教えてなかった。みんな協力的だったの、70年代。そして2006年に行ったら個人情報ホホホって言って合わせてもくれなかった。もっとも一人しかいなかった。下津さんもすっかり二人いたよね。みんなもう認知症になってるからダメです。ホホホがなければ認知症になったって写真できるわけだから、こういう時代が来て、はい、刑務所のようだったじゃん。独房に入れられて、これは医者が行って鍵を開けなきゃ入れない。これ最後、一番さ、先ほどトップの写真がね、一番最後、あの独房みたいなところがあるっていうからさ、最初の時に撮らせてくれなかった。で、食い下がったの。個人の部屋っていうのはない、あるんでしょう。
先生そこだって見せてください。それがさっきの写真だ。はいはい、これなんかベッドにこう座ってない。そしたらお医者さんが先に行って、でこういう人が来ましたよって言ったらえベッドとベッドがあるってベーって敬礼したんで、この人はね、リンチを受けて上官たちにリンチを受けて頭狂っちゃったんだ。戦争がそのまま続いてたら俺を上官だと思っちゃったって。いや、この撮った写真が今度のほらこの写真になったこれね。はい、はい、これは下部さんです。はい、ね、もう途方にただこれで生きてる、ただ息をしているまんま食ってるってだけ。はい、これ、処理風景。はい。はい、この人なんか、俺のカメラに撮っちゃった人だよね。そうで、お医者さん、これを返しなさい。やっぱり、ここがもうおかしくなっちゃってるんです。はい。このように、この人なんかね、半日こうやってるのが。取材を終わらせて、そろそろ商品ってことかなと、出てきたら、まだこうやってる。ね、戦争に駆り出されて神経が狂わされて、それで国から言ってみれば捨てられて、国民からも捨てられたんだよね、言ってみればね。それでお医者さんがね、俺に一度樋口君うち来ないか、そのお医者さんも苦悩の世界だったんだろうね。樋口君、戦争はむごいもんだよ、なんせ頭みんなやられてるから家族すら見舞いに来ないんだよって、家族にも見捨てられたの、神経やられた兵隊たちが。それで収容所には入れてあったんだよ。それがそんな昔じゃないのよ、47、8年前の話じゃん。まあ、ちょっとあの元気のいい人たちいろんなことやるさ。はい、なんで天皇誕生日だ、天皇のことやったらね、象徴的だよね。はい、さっきの男だよ、 あそこにずっといるんだろう。はい、まあ、ちょっと元気な人たちはいろんなものを作ったり碁をやったりいろんなことしてた。はい、はい、これももうほとんどね立派な話。はい、はい、食事の時どう見てもな元気な人たちじゃないでしょう。まあ表情見てくださいね。ただ食事が楽しみな、こんな感じでね。はい、次、はい、これはね、クリスマスの日にね教会があった、すごいクリスマス。はい、次、はい、こういう人たちもいたんだ、ちょっと軽症の人。はい、これは下さん、さっきの俺のカメラ撮った人。はい、ね、ちょっと軽症の人はこういう窯を作ったりさ、社会復帰をって言ってたよ、医者たちは。社会復帰は無理でしょう、70年の時代じゃもう、ね。はい、はい、これはあのクリスマスね。はい、はい、これは下さんのさっきの食事風景。はい、はい、これはまあ物を作って、はい、これでね、2月かなんかにね、雪が降って、ほうれん草を取る日だったよね。ちょっと健康の連中ね。はい、ね。はい、はい、この人はまあ、軽い方だよね。俺にちゃんと、取ったぞーって見せた。はい。あれ、これはクリスマスの日だよね。はい、これで OK。はい、ありがとう。さあ、で、時間が来ました。原発は今日はなし。ディスカッションの方でできます。ね、そちらで、あ、ディスカッションっていうのがある。小出さんとね、その時にちょっと話をさせてください。少しはしないとね、なんだよ、人気じゃないかって言われちゃう。俺の本も、小出さんの本もあれみんな買ってて、
残さないでね、あれ。皆さん、僕も買ったって新書潰さないでしょ。俺はね、貧しい時にこそ本を買ったよね。それで少しも学ばなきゃ。余裕が出ると本買わない人間。はい、まあそういうことでちょっと時間をオーバーしました。ありがとうございました。樋口欽一さん、どうもありがとうございました。じっくり見ていたり説明される時間ちょっとなく申し訳ございません。写真ありますか。昔は捨てられた工芸士たちのあのあまりにひどさで、私もその見た後しばらく眠れなかったりとかします。でもその人たちがあの自分の国の人たち全員から見捨てられてたってことを思うだけでもすごく悲しい、本当に悲しく思いました。なんかだからそれが福島のこととか全部私からしたら重なって、 でもそれでもあの忘れないといけないとかそのこと話しちゃいけないようにさせられていくっていうのがどうしてもたまらなく耐えられないので、であのこうした講演会を主催続けています。これから、15分ほど休憩いたします。そしてあの今日あのもちろんクズナの方も来ていらして、樋口さんの取材をあの受けしてくださった方、松本さんも来ていただいたりとかしています。そしてあの15分後、今11分ほどなので、4時半ちょっと前ですね、それくらいに、ディスカッションしたいと思います。皆さんその時にご質問あの時間になりちょっと過ぎましたので始めさせていただきたいと思います。自由にあのディスカッションできればと思います。あの話を聞くだけではなくてあの話し合えたらと思います。何かあのまず、お二人に何かあの感想なもしくはお聞きしたいこと、今日あのいただきました小池さんのレジュメなんですけれども、後ろから2ページ目にですね、安倍さん率いる自民党は特定秘密合法を制定、武器輸出、禁止の三原則の撤廃、集団的自衛権の容認、というふうにあるんですけれども、あの自民党と公明党はというふうに入れた方がすっきりするな気がするんですけれども、あのいかがでございましょうか。わかりました、次からそうする。いや質問してくださいよ。他にどなたかございますか。はい、あの小池さんにお伺いしたいんですけども、YouTube 等でいろいろあの講演会1時間以上あるものをあのたくさんのさせていただいて、はい、勉強させていただいて、あの私もいろいろあのまだ不勉強なところなんですが、現在の福島あの第一原発の4号機というのはあの当初あの先生はもう非常に危ない状態だということで、もしこれがあの崩壊すれば首都圏もあのまあ、避難せざるを得ないような状況になるというお話だったんですけれども、今現在はどのような状態なんでしょうか。はい、福島第一原発の4号機というのは事故当日運転をしていなかったのです。でそのため原子炉が溶け落ちるというようなこともなかったわけですけれども、じゃあ燃料どこにあったのかというと、原子炉の隣の使用済み燃料プールというプールの底に沈められていたのです。ですからまあ大量の燃料は炉心ではないプールの方にあったという状態で事故に入っていった。そしてプールというのは全くむき出しな状態で あったわけですから、そこのプールが例えば水が抜けてしまう、あるいはその建屋が壊れてあの落ちてしまうというようなことになれば、燃料が溶けてむき出しの状態であの放射性物質が噴き出してきてしまうという、そういう危険がありました。で、まあ、私も大変危険だと思いましたし、
当時原子力委員会の委員長は近藤俊介という東大教授がやっていたのですけれども、その近藤さん自身がもし4号機の使用済み燃料プールの燃料が溶けるようなことになると東京すら人が住めなくなるという、そういう報告を出したのです。ですからまあ原子力の専門家であれば、私のような反対派も近藤さんのようなゴリゴリの推進派も4号機は大きな危機を持っているという認識では一致していたのです。でどうしたかというと、とにかくプールに水を入れ続けないとダメになってしまうということで、まあ、かなりの危険を冒しながら、1週間ぐらい経った後だったと思いますけど、私たちがキリンと呼んでいる高所コンクリートポンプ車を連れてきてプールの中に水を入れるということに成功したのです。でそれによってようやくにしてその、まあ、使用済み燃料プールの中の燃料が溶けるということが回避されたのです。でただそのプール自身は中は壊れた原子の建屋の中に宙吊り状態であったので、もしまた次の余震でも来てプールが崩れ落ちるようなことになれば、まあ、またおしまいになってしまうわけですから、一刻も早く使用済み燃料プールの中から使用済み燃料を取り出さなければいけないという、そういう仕事が残っていたのです。で早くやりたかったのですけれども、でも大変危険な状態だしプールに近づくこともできないという状態が続いていた。そして取り出そうとしてもプールの下に沈んでいる燃料を水面から引き上げた途端に放射線が飛び出してきて周りの人が死んでしまうぐらいの危険な放射線が出るわけです。ですから移すという作業そのものがものすごい大変で、どうやってやったかというと、プールの底に、まあ、その特別な容器を沈めて、鋼鉄と鉛でできた容器を沈めてプールの底で使用燃料をその容器の中に入れて蓋をして、その容器ごと、まあ、重さ約100トンあるんですけど、それを吊り上げてで安全な別なところに移すという、そういう作業だった。でもそれをやるためには100トンもあるような容器を下ろしたり吊り上げたりするための巨大なクレーンがいるわけですけど、その巨大なクレーンも爆発してもう壊れてしまっていたわけです。ですからその巨大なクレーンをまずつけられるようにする、そのためにはまたそのクレーンを支えるための盾屋を作らなければいけないという、そういう長いプロセスが必要で、まあ、東京電力は時間をかけてまず巨大な盾屋を、まあ、盾屋というか、まあ、覆いのような盾屋を作って、それに巨大なクレーンを設置して、でようやくに作業ができるようになって、ほぼ2年半ぐらい経ってからだったと思いますけど、ようやく釣り出すという作業を始めて、ほぼ1年かけて、4号機 の使用済み燃料プールにあった燃料を釣り上げて、隣にある共用燃料プールというところに移すという作業を完了しました。ですから今は4号機に関しては大きな危機はないと私は思っています。以上です。ネットメディア波の音のチャンネルの野口と申します。よろしくお願いいたします。お二人に質問なんですけれども、お二人にオリンピックとリニア新幹線は賛成か反対か、もし賛成であれば、もしくは反対であればその理由を聞かせてくださいっていうことと、あともう一つ、今日のようなお話は多分井口先生だったり小出先生しかできないお話がたくさんあったと思うんですけれども、これからそういうお話をどういう形で広げていくかっていうことが、もしお話ししていただければお聞かせください。よろしくお願いいたします。はい、じゃあ僕からね、どちらも大反対まず一応言っておきますね。オリンピックはね、とにかくできるだけ早く原発の問題を片付けたいんですよ、国は。ね、そのためにオリンピックをやったわけだから、引っ張ってきたわけだから。それで、この間だってね、ちょっとテレビのニュースでやってましたよ。もうすでに。
これ安倍晋三の発想だろうと思うけどね、楢葉町の中学生に聖火を走らせる訓練をやってた。こういうことをやって被爆はもうありませんよと、放射線もありませんよというふうなことを、まずこれから大宣伝を僕はしていくと思いますよ。来年、再来年でしょ、このキャンペーンがもう、NHK をはじめ全部やると思います。まあ、そういう意味でもね、まず一つ大反対、それからリニアなんてとんでもないんだよね。あれ一つ走らせたらね、膨大で電力が必要なんですよ。で、なぜあれを始めたかというと、原発をどんどん作ろうとしたからやったらこうぶっ飛んだだけの話でね、だからやめるべきですね。ましてね、トンネルをほとんどでしょ、南アルプスをあれ突き抜けていくわけだけどね、地震があったらってことは一つも頭にまたないんだよね。そういう意味でもとにかく電力を、膨大な電力を必要とする。これ以上原発を絶対に作っちゃいけないという意味でも、反対です、私は。私もオリンピックもリニアも大反対です。で、オリンピックに関してはついこの間福島事故と東京オリンピックという文書を書いて、各国のオリンピック委員会に送るということをやりました。で、福島の状況を 今日もちょっとだけ聞いていただきましたけれども、大変まあ危機的というか、人々が捨てられて苦難を抱えたままという、そういう状態になっているわけで、そういう時にオリンピックが大切だなんていう、そんな国は私にとってはありえないし、そんな国なら私は喜んで非国民になると言って、文書を発信しました。まあ、受け取った方の各国オリンピック委員会は多分無視するだけだと思いますけれども、少なくともこの状況、福島の状況がある中でオリンピックに浮かれるなんていうことは到底許しがたいことだと思います。それより前に私はオリンピック自身に大反対なのです。何かスポーツの祭典とか言われてますけれども、とにかく国威発揚ということが一番の目的になってしまっている。そして土建屋が金儲けをするという、そんなことになってしまっていますので、福島があろうとなかろうと私は前からオリンピック大嫌いでしたし、見たこともないという、そういう状態です。もしはオリンピックが、スポーツの祭典だというなら、国旗も国歌もやってはいけないと思います。そういうようなことであればまた考え直しておくんですけれども、国旗を上げて国歌を流してなんていう、そのようなことは一切やめるべきだと思っています。それからリニア新幹線に関しては、今ひろつさん、ごめんなさい、ひろつさん、いや、おっしゃってくれたけれども、本当にエネルギーの無駄遣いです。なんで東京大阪の間1時間で走んなきゃいけないのかと、もうもっと考えてくれると大切なことあるんだろうと私は思います。今日本ではその東京大阪名古屋というのは大都会を作って、そこに人をどんどん集めて地方が過疎になっていくと、そんな国づくりをしているわけですけれども、それが間違えていると、もっともっと地方に分散的に人が住めるようにしていくという、そういう国家を作らなければいけないと思いますので、リニアというそういう考え方そのものに反対をずっとしてきました。それからもう一つ、お前たちこれからどうやって活動するんだと問われたのですけれども、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、私去年の8月にもう1000人にならせてくださいという文書を書いて、知り合いの方々に読んでもらったりしています。まあ、清水さんを前にこんなこと言うの申し訳ないけど、私もまあだんだん年を取ってきまして、まあ肉体的な衰えって、まあ皆さんもどうせ感じてると、年を取れば衰えるというのは感じてると思いますし、私自身もまあ肉体的だけじゃなくて知的というか、思考力に関しても記憶力に関しても集中力に関してもやはり衰えてきていると、いや、あるんですよと私自身実感していますし、何かいつまでもちゃんとした仕事ができるんだぞと
いうように私自身思い込んでしまうということに、非常に危険を感じていますので、自分の引け際というのはやはり自分で敷かなければいけないと、周りの人から分かるより前に自分で敷こうと思ってますので、引いちゃいかんとあのね、彼はね、まだ69歳ですよ俺といくつ違うんだよじゃあ俺なんかとっくにじゃあここからいなくなるんだよはい、まあ、だから秘密さんの、いや、頑張ってほしいの彼にはまあ、どうしても私でなければならないというような仕事だけはこれからも引き受けするつもりですし、福島の事故が一向に収束していないという現実が私の目の前にありますので、私も原子力の場にいた人間として重たい責任を自覚していますので、どうしても私ということはこれからもやらせていただきたいと思っています。以上。俺も何か言わなきゃいけないわけ。いや、もちろん僕はね、本当にね、いや、この年まで生きると思わなかったんですよ。その辺をちょっと話させてくださいね。僕ね、フリーになった時に30だったんですよ。ほんでね、無名の写真家に仕事なんか何どっからも来ませんよ。なで、しかも結婚までして格好良かったんだよね、フリーランサーだってね。これこそ。だけどもう食っていかなきゃいけないよね。これ友達とね、当時ね、医学写真研究所なんて作ったの。当時ね、ちょうど大病院がみんな胃カメラを撮ったりさ、いろんな内視鏡で、これをね、当時は映画が最高の時代、みんなフィルムだったんだよね。だから東洋現像所とか東京現像所とかね、こういうところがその医学写真の方には目を向けてなかったんですよ、皆さん。ここで友人と2人で写真家になろうって言って、そのためにはまんま食っていかなきゃいかん。それでは始めた仕事はね、ほどほどだったらよかったのに、どこもやってなかったから。当時ね、今からもう50数年前ですよ、1本20枚撮りのエクタクロームというね、コダック社から出してる20枚撮りを現像券付きで2000円で売ったの。そうしたらまあ女子医科大学なんか30本ぐらい持ってくるんですよ内視鏡、ほら消化器病センターがあったからね。それであと東大、日大病院、慈恵医、もうみんな来たの。寝てる暇もない。それで僕はその時はすでに四日市郊外をやってるじゃない。そのためにやったのに、四日市に一度も30度行けなくて、毎日彼に文句言ったのよね。お前も写真家になるつもりでやったんだろうと。いや、いいじゃないの、金儲けてよ、いいとこに住んでいい車に乗ってなんて言い出しちゃったんだよ、その男はね。僕の考えとまるっきり違ってきて、それで悪い酒になっちゃったのよ。それで1年間で人間の体壊れるんだよ、アルコールで壊れました。それで31歳の時に、花からもう女子医科大学の先生がね、お前真っ黄色だぞ顔が今日入院しなさいって言われてね、今日ってわけで先生行きませんよと、いろんなとこがあって、じゃあ明日入院します。それで1年間棒に振りました。な、そんなことがあったもんだからね、もうあと20年生きたいと思ったらね、30の時に50まで生きたいと。そしてせめてね、写真集を全部で、まあ、3作は作りたいなと。だから50までもし生きられたらいいなと思ったのに、ほら酒もタバコもみんなやめたおかげで写真だけに専念したとよ、これでも。そのおかげに26冊の、まあ言ってみれば、たった26冊ですよ、50数年もやってきて。だから今感謝をしてるんです。その感謝のためにもね、今、まあ引退なんかしたくないと死ぬまで俺は頑張るぞとこういう態度。よろしいかな、いいの、いいのかい、これでいい、まだ頑張りますはい、はい、本当にありがとうございます、はい。私、映画太陽の蓋というのを作りました立花と申します。樋口さんにはこれからもますます頑張っていただきたいと思います。で、質問は小出さんなんですけど、まあ、福島の今のそのリアクターの中がですね、まあ、なんていうか
実際にそのデブリ状態になっているものがそのデブリ状態になっているものがどこまでどうなのか、これは本当に技術の開発でその廃炉に持っていけるのか、もしいけるとしたらどういう困難があるのか、どのぐらい時間がかかるのかとかですね、そういうことを、まあ、ちょっと小出さんのご意見をお聞かせ願いたいというのが一つと、もう一つできればですねお聞きしたいのは、本当は今現在でも福島というのは海洋を汚染しているはずなんですよね。これはどのくらいの影響力を持っているのか、世界に対してどんな迷惑を今でもかけているのかということが、その規模感というのがちょっと知りたいんですけど、よろしくお願いします。はい、デブリと私たちが呼んでいる溶け落ちた炉心ですけれども、それが今現在どこにどういう状態であるか分かりません。私も分からないし、東京電力にも分からないし、国にも分からないという、そういう状態になっているわけです。事故から7年7ヶ月以上経っているわけですけれども、それが分からない。なぜなら現場に人が行かれない。東京電力はロボットを行かせようとしましたけれども、ロボットって被爆に弱いですね。ロボットってコンピューターで動いてますけれども、コンピューターの命令0か1かしか言葉がないんですね。でそれが IC のチップに書いてあるわけですけれども、 IC のチップに放射線が飛び込んできて、もともと0と書いてあったところが1になってしまう、あるいは1が0になってしまう、あるいはその文字が消えてしまうということになると、命令全部変わっちゃうので、結局もう動けなくなってしまうということになって、東京電力が送り込んだロボットはもう全部帰ってこれないという、そういう状態になっている。で一つだけ私はやり方があるということをずっと前から言っていて、それが胃カメラなんです。要するに人間の手でカメラをずっと手で差し込んでいけば、差し込んでいって、そのカメラの先端が現場まで行くことができるなら何がしか見えるはずだということを言っていたら、去年の1月だか2月だかに東京電力はそれをやったんです。もともと炉心があった真下までそれを入れたんです。そしたらその場所、作業員が被爆労働者が作業するためのブレーチングという鋼鉄の足場があったんですけど、その足場がもう 大きな穴が開いて、下に何か物が落ちているということは分かった。つまり溶け落ちた炉心がその落ちてきて、その作業員の足場を貫いてまだもっと下に落ちているということは分かったんですけれども、その下がどうなっているかまだ分からないという、そういう状態のままなんです。でその時にですね、実はもう一つ重要なことが分かったのです。胃カメラは格納容器といっている放射能を飛び込める最後の防壁のもっと外側に人間がいて、比較的安全なところからこうやって差し込んでいくのですけれども、格納容器の壁を抜けたところでまずはすごい被曝の高いところがあった。それでどん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 差し込んでいって、最後その圧力容器といっている炉心があったところの真下まで行ったら、むしろ線量が減ったんです。それで国と東京電力はそのデブリというものに関しては、いずれそのどこにあるかを突き止めて、上から覗いて上に吊り出すという、そういうロードマップというのを作っていて、それが30年から40年かかって、取り出して事故を収束させるという、そういうロードマップだったんです。ただ上から覗くとして、もし作業員がむき出しのまま下を覗いたら、作業員被爆して死んじゃうぐらいの被爆量になってしまうので、覗くためにはまず格納容器の中全部水浸しにして、水で放射線を遮蔽しないとその作業に行かれないという、そういうロードマップだったんです。ですから、まずやらなければいけないことは、格納容器、今はもうボロボロに壊れていて水が全くたまらないんですけれども、その格納容器のどこが壊れていているかということを見つけて、そこを修理する。で水を入れて少したまるかもしれない。そうするとまた多分また漏れると思うので、どこが漏れてるかを探してまた修理をしてということで、最後まで水を入れて取り出すんだという、そういうロードマップだったんです。でもそんなことできっこないと私は言っていたんです。未だにどこが壊れてるかもわからないわけだし、どうやって直していいかもまだそんなこともわからないわけです。一箇所直してまた次のところでまた破れてるので、またそれをどう見つけて直すというようなことを繰り返すという、
それこと自身がまずできないし、仮にそれが全部できたとして水浸しにできるようなことになると、それもまた一つ危機を迎えると。なぜかというと格納容器というのはもともと水を入れるなんていう設計になっていないのですね。窒素をまあ充填するというそういうものですから、水なんかを満タンにしたらそれで壊れてしまうかもしれないので、それもできないと私は言っていた。で、仮にそこまでうまくできたとしても、水を張って上から覗くとデブリのある場所は30メートルから40メートルの底なんです。そんなところにあるものをうまくつかみ出すなんていう道具はもちろんないわけで、これから開発すると言ってるわけですけれども、そんなものも多分作れたらダメだろうと言っていたのです。で、一番問題なのは国と東京電力のロードマップはこうやって上から覗くと見える場所にあると。つまりもともと露出があった原子の圧力容器というものの真下にまんじゅうのように堆積しているというのが彼らのロードマップで考えている考え方なんですけど、今聞いていただいたようなその真下というのはペデスタルというコンクリートの円筒形のコンクリートのその壁の中というそういうことなんです。もしそこにあれば上から覗けるんですけれども、今聞いていただいたように実はもうその場所よりも外側の方が放射線量が高くなっている。つまり溶け落ちた炉心というのはペデスタルという真下にもうないんです。外側に流れて出ていってしまっているということが確定したわけです。そうなるとどんなにうまく水が張れたとしてももうダメなんです。取れないんです、上からやっても。それで東京電力と国はロードマップを書き換えたんです。で、水を入れることも難しそうだから水を入れるのは諦めた。それで上から覗いても見えないだろうからしょうがないから、今度は上からじゃなくて土手っ腹に穴を開けてその溶けたデブリを掴み出すというのがロードマップに書き換えたんですけれども、なんでもともと水を張ろうとしたかというと、そうしなければ労働者が作業できないからだったわけです。こんなもん土手っ腹に穴を開けてやるなんて言ったらもう膨大な被曝になってしまうということで結局できないようです。ですから私はデブリを取り出すというそのこれまで国と東京電力が言ってきた考え方そのものがもう間違えたと私は思っているというか、ずっとまあ当初から言っていたんです。デブリを取り出すことはできないからこの場で封印するしかないというふうに言ってきました。で、それは旧ソ連のチェルノブイリ原子力発電所の事故があった時にソ連がやったことです。この石棺というものを作って原子炉建屋全体を封印してしまうということをソ連はやりました。で、初めに作った石棺は30年経って、2016年にもうボロボロになってしまったので、2016年の11月に第二石棺というさらに巨大な容器、それも石じゃないんですけど鋼鉄製の容器で、その石棺全体をまた覆うということをやったのです。ですから第一石棺が壊れるまで30年かかった。じゃあ第二石棺はどうなのかというと寿命100年だったり、つまりソ連という国は130年間は手がつけられないと溶け落ちた炉心に。で、130年経った時にまた次のことを考えようというそういう時間の長さでものを考えているわけです。で、じゃあ130年経ってどうなるかというと、場合によってはまたその上に第三石棺という大きなものを作らなければならないという、そういうことになるかもしれないのです。で、私は福島もそれをやるしかないと思っています。もう取り出すということはもう完璧に無理なのでやめて、まずは閉じ込めるということをやるべきだと思っています。ただしチェルノブイリの場合には壊れたのは一つの原子炉の地上部分だけだったんです。地下の部分は労働者たちが膨大な被爆をしながら健全性を守ったんです。ですから石棺は地上だけに作るということで済んだ。そのためにソ連は60万人から80万人と言われるような軍人、退役軍人、労働者、一部囚人という人たちを被爆させながらやったのです。福島の場合は1号機、2号機、3号機と3機が壊れている。それも地上が壊れているだけじゃなくて地下も壊れている、ボロボロにもうなってしまっていて、地下水が堂々と原子炉建屋の中に流れ込んできているというそういう状態になっているので、福島で石棺を作ろうとするなら地上部分、地下部分それぞれ3機ずつ作らなければいけないということになりますので、
膨大な作業になるし、何年かかるかわからないし、どれだけの労働者が被曝をしなければいけないかということも分かりません。何十万人あるいは何百万人という労働者がこれから必要になってくるわけで、まあ、これまでもすでにもう外国人労働者が現場で働かされているという情報が時折出てきていますし、安倍さんなんかは最近になって、海外からの技術者だけ入れるなんていう、人間として扱わないでとにかく労働力技術としてだけを集めてくるというようなことを言い出しましたけど、おそらく福島というものを意識した上でそういうことを言ってるんではないかと私は思っています。そういう作業がこれから何十年も続いていって、仮に石棺ができたとしてもそれが100年200年という単位で維持しなければいけないという、そういうことになると思います。もう一つ、あ、そうか、今海へ流れていっているものですけれども、今現在もそれにもう手の内もないんです。地下水がどんどんとこの建屋の中に流れてきてしまっているわけで、もうどっかどこにあるかわからない炉心と接触してしまっているわけです。ですからもう毎日毎日汚染水というのがどん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 増えてきて、まあ、これまでは敷地の中のタンクに溜めてきています。でも敷地はもちろん限界があるわけであって、タンクもいつまでもできるわけではありませんから、いつの時点かで流すしかないのです。で、今国の方はトリチウム水と呼んでいる比較的きれいなものを流したいと、90万トンぐらいあるんですけれども、それを流したいと言っているのですけれども、そのトリチウムというそのもの自身も放射能ですので、それを本当に海へ流すなんていうことをやっていいかどうかというそのこと自身が問わなければいけないと思います。それでじゃあどのくらいのものなのかということですけれども、例えば福島第一原子力発電所の事故で、大気中に流したセシウム137の量というのを今日あのスライドでも見ていただきました。広島原爆の168発分なんですけれども、それを大気中に出して、ほとんどは太平洋に流れていって、日本国内に 16% で、広島原爆27発分が落ちているんですけれども、では広島原爆168発分をそのセシウム137というのはどれほどかということが問題になるわけで、人間がこの地球というのを放射能で汚したのは、もちろん福島の事故が初めてではありません。それより前にチェルノブイリの事故もあったわけだし、軍用の事故、原発の事故というのも、まあ、原子炉の事故というのもあったわけだし、一番最悪なのは大気圏核実験、大気圏内核実験なんです。まあ、広島長崎ももちろん一つその実験といったら失礼だけど、それの一部ですけれども、連綿と米国とソ連の間で大気圏内核実験競争がなされてきて、セシウム137の放出量で言えば、その、まあ、福島は168倍だと日本政府が言ってるわけですけれども、それの60倍をすでに出しているんです、大気圏内核実験で。ですから、要するにバッとやって何の防壁もないまま大気中にばらまくということでも実験やってきたわけで、もう膨大なものをすでにもう人類は地球上にばらまいて汚染をさせてしまっていたという、そういう状態なんです。そこに今福島の事故でまた新たに汚染を上積みしたし、今も防ぐことができないまま出しているという、そういう状態なんです。それでも、まあ、このままの状態で推移していって、仮に広島原爆1000発分出すということになったとしても、大気圏内核実験の汚染に比べればまだマシという、そういうことになってしまうと思いますし、だからこそ、要するに世界中全部汚してるわけですけれども、なんでそのじゃあ世界の各国が文句を言わないかといえば、例えば米国なんかはもう世界最悪の汚染を生じた張本人なわけであって、その米国が日本にお前セシウム出したのって言ったら、自分ももっと出してるわけですので、多分米国の方から何がしかの抗議が来るというようなことはないだろうと私は思います。まあ、でも他の国は有権利ぐらいあると思いますので、どんどん日本に対して声を上げてほしいと私自身は思っていますけれども、でもまあいかんせんとにかく大気圏内核実験がひどすぎるという、そういう状態です。一つ僕に言わせてくれない？はい、実はね、60万人からの被曝労働者を出した話があったでしょ、チェルノブイリね。実際に死んだのはね、2万5千人いるんですよ。
2万5000人、それを日本では報道されなかったんです。だから、おそらく福島はこれからね、おそらく100年なんてもんじゃないかもしれないじゃないですか。一気じゃないんですよ。ぶっ飛んだから3機あるんだから。ね、それで、この間ね、一応9月頃だったも記憶してるんだけど、労働者の被爆に労災が認定されましたね、肺がんで。こんなこと今までありません。日本で今まで被爆っていうのはね、白血病のみだったんですよ。ところがいよいよね、ものすごいことになってるの。50ミリシーベルトなんてもんじゃない。で、彼も言ってる通りね、すざまじい放射能ですよ。近づけりゃしないですよ。だから何も見えないですよ。そういう状況ですからね、これからあとどのぐらいかかるか、国は30年とか40年と言ってるけどね、とんでもないよね。僕は100年以上かかるような気がするね。皆さんが生きてる間には決着つかない、あれ。それと同時にこれを何とかしなきゃいけないじゃない。誰がやるんですか。東電の社員やりませんよ。下請け労働者たちがやるわけですよ。で、今までに62万人の、今までにですよ、登録されてますよ、被爆労働者の数が。これも報道されません。メディアっていうのはそういうものなんです。国家の後ろにくっついて生きていくしかない、ないんですから。そうするとね、おそらく決着がつくのは、例えば、まあ早く言って50年として、労働者今どれだけ働いてると思う。7000人が入ってるでしょ。この連中が、僕が今40数年被爆労働者を追ってきて、相当の数の人が死んできましたよね。で、62万人のうちのわずか14、5例が労災認定を受けただけなんですよ、皆さん。で、今度はまあ肺がんでも決着したんだけど、これ果たして国はちゃんと認めていくかね。やっぱり白血病だけにしちゃうか。まだ未知数ですよね。そういう意味で、まあ放射線のうちもの、放射線というものは人類とは絶対相入れないんだということを、もう一度日本人がね、考えなきゃいけない時が来たんだね。これでさ、本当につくづく思うじゃないですか。だからそういうことでね、労働者が、だからあと50年経ったらね、今まで僕が取材してきた連中、相当の数が苦しんできたわけよね。ね、これからそういう人たちの墓標がどれだけ出るだろうか、想像してみてください。日本はほぼ今、僕に言わせれば潰れてるんですよ、半分ぐらい。ということで、私もね、本当は行きたいの、福島へ。ところが全部観光令が敷かれてるんだよ。すざまじいもんですよ。そうなかったら取材に行きます、僕も。つまりどういうことかというと、もうあまりにもひどすぎるから、それを労働者たちが喋ったら大変だよね。それで脅かしをして、下請けの会社に、社長にみんな原発のことは喋るなよ。せっかくね、労働者の被爆ネットワークが作られてますけども、なかなか用事はありません。だから放射線のゴミね、これは小出さんの男にのするところで、もうにっちもさっちもいかないの、そっちも。その上に今度は被爆労働者という人間を潰していかないようになるんだよね。これが原子力ですよ。僕にはするとあと100年持つのかなって、地球が。だってこの間ね、ロシアがレーガンとアメリカと、レーガンじゃなかった、レーガンとゴルバチョフが、あの中距離弾道弾のあれをやめましょうって言って、あれサインしたんでしょ。それをロシアが破って、今度は中距離じゃなくて部分的な核兵器を作りましょうと、ね、大規模じゃなくて小規模の。でどんどん作ってるのをトランプも知ってるわけね。だからトランプなんて言ってると思うの。おめえとも作るんだと、俺も作るぞって言ってるじゃんね。子供の見解以前ですね、これ。だから本当にどうも、僕はね、これは核兵器で戦争やったらみんな死んじゃうってから、これ世界中知ったんでしょう。そうじゃなくて、僕は原発ダメになるような気がしてなりませんね。
まだどこでぶっ飛ぶかわからないじゃないですか。小池さんそう思いませんか。どこの日本だけじゃなくてね、世界中にまだ400機近いのがあるんでしょ。そういうことを思うとね、なんか行く末を見ると原発で地球がぶっ飛んじゃうとね。その時どう言うんだろうと思うじゃん。なんか絶望的なことになるけどね、絶望していられないからとにかく反対していきましょう。皆さん、原発はいらないんだ、再稼働なんかもってのほかだって言ってください。はい、いいようです。ちょっと私からもよろしいでしょうか。お二人にそれぞれ違う質問なんですが、先ほど私は小出さんがもちろんオリンピック の開催についてのことを各国に送ったってことをもちろん知っていて、でそれ多少ちょっと期待を少しでも何か一つの何国でも何かちょっと期待をしてしまっていただくけど、さっきなんか、どこも無視するでしょうっておっしゃった時にってちょっと思って、せめて日本以外はって思ったりするんですね。ですからなんかその私にはそこまで読めない、その多分無視するでしょうというそのなんか根拠がもしあったら知りたいということと、またもう一つこちらにも写真ありますが、これはもうかなり前の1981年の菅原原発の事故確証の後にその下請け労働者の方々が初めて被爆労働 の組合を作ったというものなんですが、この時にその130人組合今会員ができたということですが、この当時そのたった2人で作って応援がなかったとか、でまたこの2人が樋口さんがそのなんとか応援したいということで、その福士哲也さん そのテレビとか一緒に出られた、でその時 貴重な動画を私も樋口さんが持っていらしたので見させていただいているんですが、そのけれどこの方もう一人の方は すぐに10秒で放射能 のせいで亡くなられています。でなんかこうした過去のことは松本さんもいらっしゃるんですけど、武藤優子さんと岩の方に聞いても、その報道の真実が嘘を真実としてしまう、でそれを信じさせられてしまうというこの流れ、どうしてもなんでこうなったか、なんでこうなっていくのかってことは自分なりに歴史を紐解けば考えすぎて納得できてしまうところがいっぱいあるんですけども、ジャーナリズムをこれからちゃんとするには、ちゃんとしたさせたいっていうのには何か本気で方法がないんだろうかって思うので、樋口さんそのことをジャーナリズムに関して お話していただけたらと思います。はい、じゃあ小池さん先に質問があったじゃん。やって、これは私に対するご質問はオリンピック委員会が私の提言は無視するだろうと言ったことに関して、その根拠を言えということでしたけど、別に根拠はありません。多分オリンピック委員会というのは、各国 その国が管轄している多分委員会に属するんだと思いますけれども、そんな委員会がまともにものを考えてくれるはずがないと、私の思い込みがそういう発言にさせたわけで、ひょっとして何かいい反応をしてくださる委員会があればもちろん喜んで受けたいと思いますが、すでに文書を公表して一月半ぐらい経っていますけれども、どこからも何の応答もありません。そうですか、はい、それは無視ですか。向こうが無視です。無視だね、はい、ということは無視されるっていうことはね、相当に響いてるってことですよ、うん、反論してくるっていうのにはね、それなりのいい理由があるんですよ。まだ、だから小出さんのその意見はね、強烈に響いてるんですよ。我々はどっかでそれを読むことできるんですか。インターネットで福島事故と東京オリンピックといって検索していただければ多分すぐに出てくると思いますし、実は私もつい最近になって私個人のホームページというのを作ったのですが、
あのそれにもあの載せてあります。じゃあ僕マスコミ、マスコミはね戦前に一度変えらなきゃいけませんね。大本営を発表して国民に嘘を言ったってこと、ここをマスコミが反省しない限りは同じことを繰り返します。今やってるでしょ、だって原発も必要だっていうのはあれまさにね、メディアが完全に国家の総務になってるってことじゃないですか。僕はそう思ってます。だから戦前のあの大本営を発表したことをね、当時はラジオである NHK、 それから新聞、出版社の雑誌類、みんな戦争を煽ったわけですよ。だからその連中が全部戦前をもう一度振り返ってね、まずは反省をすることだね。でないとこの問題も解決しないでしょう。おそらくこのままでいったらね、ただ僕が批判するだけの話だ。やっぱり歴史を紐解くということが一番重要だってことですよ。ということでね、あと今はねマスコミだって、NHK があの手たらくだろ、あそこが一番あれなんかしてくれると思ってたらそうじゃない、一番先に安倍にひざまずいたところですよ。で他は全部商業マスコミですよ。皆さん商業マスコミって何だかご存知でしょ。広告料の売り上げがなかったら、ね、新聞社潰れるんですよ。そうすると今原発を作ったのはみんな財閥でしょ、日立、三菱重工、ね、東芝、原発の中のあのパイプ類は新日鉄と住友が今くっついててね、つまり財閥が原発をやったわけだね。で広告はね、原発の今広告なんか一つもしませんよ。ほとんどが家電を持ってんだよね日立も東芝も三菱電機も、住友だけないんで充電だけだけど、そうするとあ皆さんのおまんまの食う道具とか冷蔵庫とかエアコンとか、これみんな一流企業でしょうがね。このコマーシャルをみんな流しゃいいですか、簡単にマスコミなんか潰せるんですよ。で僕はそれを一度経験したことがあります。言っときましょうね、具体的に。そうするとああなるほどって、実は1989年のこと、これはフライデーという雑誌がありますね講談社もまだ残ってますがね、俺の特集を4回やってくれました。今回はね 3.11 のおかげであれだいぶ役に立ちましたよ。俺まずね、あれは昔から批判してたんだけど、研修部員が来たから、この読者はどういう層なんだって言ったら、20代から60代までって言うじゃん。なんと、ということはサラリーマンかったら、そうなんですよ。だからこの雑誌が出るんですよっていう。締めたと思ったんだよね。だからこの原発の悪いことを4回やりましたよ。それでみんなそれに習って、また俺のところにわんさかそれみたいな連中が来たり、講演が飛び込んだりした。さて、その以前の1989年にね、チェルノブイリは小出さん言ったように1986年4月26日にぶっ飛んだわけよ。89年っていうのは3年後だよね。それで実は一人ね、なかなか優秀なね記者がいて、それが僕の闇に消される原発被爆者っていうそこには本があるでしょ。あれを読んでくれて、いやー渋さんすごいんですね、この被爆なんてことあるんですかって言って、こんなことやらせてくださいって来たから、あなたは一番偉い人おったら違う記者って言うから、あそれじゃダメダメって言ったのその前に NHK がね、 NHK が俺番組を一度潰してるんですよ。皆さんどうしたかというと、素晴らしい、やっぱり当時はディレクターたちがいたんだよね。で俺の本を原発という写真集と闇に消されると、これから何冊か持ってうち来ましたよ。被爆者を日向さん追ってくれませんかと、5人日向さんが挙げてくださいって、5人挙げて上にはどういうふうに企画出したんですかって言ったら、環境破壊を記録するある写真家というタイトルね。で樋口健治と入ると、ほいたら NHK はそういうの好きじゃないですか、環境破壊をなんて言うと、
それ乗ってくれたんだよね。それでいよいよスタートを切ったの。切ったら潰されたんだよね。それはなぜかって、取材費を出すために会計からね、じゃあその樋口健二ってのはどこへ行くんだと、じゃあスタッフは何人で行くんだと、泊まるとこはどこなんだと、ほんで取材相手は誰なんだと、ほんとはみんな原発行くわけじゃないよ5人とも。そうしたら上からそのまんまバーンと潰されたことなんだよ。そのディレクターはね、即刻大阪に飛ばされましたよね。これなんだか分かる？僕が大阪に公演に呼ばれて、ほんとは奥の方からポカ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 歩いてくるのがいるじゃないか、よく見たらディレクターじゃねえか、お前どうしたんだって言ったんだよ。いやー、日向の問題でぶっ倒されましたよ。そうか、それにしてもおめえの悪さを全部言ってやるからなっつって、俺が NHK の体質を言うぞっつって、これがあった。だからその記者が来たのよ、フライディの。あんたじゃダメって言ったの。一番偉い人は編集長だなと、次は一番、次は一番頑張るのはデスクだなと。デスクはどうなってるのよって言ったの。俺偉そうに言ったわけじゃないけど、潰されてるから NHK。そういったらデスクを連れてきたのよ。やっぱり被爆労働者たちをさ、今日は話を皆さんできなかった。600万円で裁判潰された村井さん、被差別部落民、日本の被爆裁判を起こした大阪の岩瀬和之さん、足掛け17年地裁高裁最高裁と戦った男、それから九州炭鉱地帯の連中がね、東電でだいぶ被爆して帰った連中がいたんじゃん。こんな方は永田さん、それから福井の被爆者森川さん、ほいで福島の萩平ってところにね、大久保智子さん、俺の写真集に入ってます。止めてもらって取材した連中ばっかりですよ。この5人を取り上げてたんだけどさ、さあデスクも来て間違いなくやりますって言ったんだぜ。じゃあもしこれダメな時には原稿料払いますかって言ったんだ俺。だって俺が一緒にその記者を連れ歩くんだから。普通は逆なんですよ、記者がカメラマン連れ歩くんだよ。僕の場合はみんな取材してる連中だからね、行ったらみんな知ってるんだから頼みますよって。そういうことで取材全部終わったの。全部、それもね、4ページが特集なんですよ。フライディーって覚えといて、4ページが特集、6ページ組みますってデスクまで言ったんじゃほれなのよ、この企画を潰されたぞ。雑誌ってのはいつの 何ヶ月前にスポンサーにこの企画を、何週目にこういう企画をやるっていうのを出すんだったらね、3、4週目に入れとくんだってね。スポンサーが潰したわけですよ。簡単ですよ、被爆労働冗談じゃないと。まだまだ原発を大いにやらなきゃいけない時代じゃん、89年から。これも潰されました皆さん。こういうことでジャーナリズムってものがね、いかに低堕落であるかってことだけ覚えておいて、頼りはできません本当に。だからあの大新聞1000万部も持ってる読売なんか、これどうしようもないね。まあ、渡辺恒夫っていうのは亡くなったら少し違ってくるかねこのグループがいるんですよ、ずっと生きて。これが押さえてるでしょ。優秀なのいっぱいいますよ。だって俺の写真集の、読売が書いてるんですよ、書評に。だから書きたい連中はいっぱいいるってことですよ。だけどもまあ魚住ちゃんのな質問のそのマスコミはどうしたらいいかっていうのは、もう一度とにかくあの戦前のところに帰って、一体何をしたんだと、戦争の時に。ここで振り返ってマスコミが本気にならない限りは、おそらく僕は国家権力のものをみんな報道していると思ってます。確率です、これは。よろしい？で、俺は徹底批判してやることや。気持ちいいですね。ジャーナリズムを批判できるなんて俺しかいないんですよ、今。だって僕のところに来た記者たち、みんな見てください。俺に突っかかってきた人一人もいませんよ。
あなたの言う通りだって言ってましたよ。だからね、しっかり者がいっぱいいるの。だけど組織がそうさせないの。で、今最近皆さんいろんな新聞見てるだろうけど、被爆労働者の問題今出てますか？本当はやらなきゃいけない時ですよね。すざまじい数がひどいところに突っ込まれてるんですよ、現実ね。そういうことを思うと、マスコミを皆さんもその事実報道なんて何の意味もないの、真実報道でないと、そっちだけ覚えてください。それで僕が長い時間かかったっていうのはそういうことなんですよ。事実に基づいて真実を追求していくの。これでなきゃ何にも出てきませんよ。だから俺の写真集をみんな褒めてくれたのはそういうことなんですよ。だからみんな買ってってくださいよ。はい、僕はこれ以上しゃべりません。ありがとうございます。なんか本当にあの小出さんが校長先生で、育児さんが美術の先生の小学校があったら子どもたちを通わせたいと思います。他にあの最後質問、お一人だけ。マスコミのお話なんですが、今の話っていうのはマスコミ日本だけの特徴なのか、世界どこでも同じなのか、それちょっと教えていただけますか。はい、まあ日本が象徴的だけどね、やっぱり世界中同じじゃないですか。特にね、独裁国家はひどいですね。中国だってそうですよ。中国開かれてるから、ね、全然同じだと思います。特に今右傾化がどこもすごいじゃないですか。ドイツだって今メルケルやめるんですよ、今度移民は入れるなって、みんな右翼ですよ。その象徴はアメリカだよね。どこでもフランスでもどうだってヨーロッパが受け返しているってことは、国の方向へやっぱり動いていくしかメディアも生きられないんじゃないかな、僕はそう思ってます。はい、違うぞっていう人いませんか？そういう人いたら教えて。とにかく僕はね、今マスコミの人たちとは連携がいいのよ、優秀な人たちとはね。国家権力の筆を握る連中じゃないんだから、それが言えると思ってます。はい、よろしいですか？ありがとうございます。はい、じゃあこれでおしまいじゃんか。はい、もう一人言うぞ、一人さっきこちらにいらしたので、懇親会もし来られる方がいらしたら、あのそちらで聞いていただけたらと思いますけれども、あのでもどうしてもって方はどうしても、どうしてもっていう人いる？もう聞かなきゃ蹴れねえんだっていう人。俺だったらそう言うぜ。いねえってよ。はい、あのでは、あの本当にあの1年ぶりで、あのこれは講演会あのさせて、そしてできたことを本当に嬉しく思います。そしてまたあのいらしてくださった方々、本当にありがとうございます。小出さん、井口さん、あの年に一度の秋の七夕のようにですが、またよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。